さすがだな監督、見抜くとはってことで。いや私は何もやりませんけど、まあ私自身がね、まあ、今回なぜこの、プロ野球スピリッツ2013を放送しようかと思ったのかと言いますとね、やっぱカープが A クラス入りする可能性がね、なんとなく、まあ現実味を帯びてきたから始めたっていうのもあるんでね、楽しみですね。クライマックスシリーズ本当にね優勝できる可能性が一応ね、まあ、ゼロではないということで、東京近辺の百貨店じゃそういうことがあるんですね。なるほどね。旅費のねタルボ金はありません。皆さんね、広島カープの有名な話でね、タルボ金っていう話があるんですけど、まあ、知られてる方はね、まあ、多くいらっしゃるみたいですけどね、昔は広島の東洋カープ一回潰れそうになったんですね。で球団を消滅の危機の時に、市民のね、球団ということで、市民からタルボ金というのを募りましてね、何人かなんか何だったっけな忘れちゃいましたけどね、何人かそのタルボ金を作るために、現れた、まあ、いわゆる普通のファンなんですけどね、熱狂的なファンが、タルボ金を作ろうじゃないかっていうのをね言って、それを作って市民にね、募金をお願いしたところ、まあそれがすごい集まったらしいんですよね。でそれで、こちらの広島東洋カープね球団継続できたと、言った逸話がね残されています。何人のなんとかっていう言うなんかその話をよくね表すときにタルボ金と何人かのなんとかとかいう話だったんですけどね、忘れちゃいました。すいません。そうですね、しげるさんね、違和感なくなったということなんですけど、まあ一応しげるさん自身はよく、西武ライオンズのね、応援曲、ありがとうございます。正木しげるさんはねよくライオンズのね、まあ応援をよく応援をねよくしてる方なんですけど、まあ私はね、まあこの曲が7人のなんとかっていうんですよね、確かね。そう思い出しました、ありがとうございます。そしてジジイタオさんいらっしゃいませ。和骨祝広島東洋カープクライマックスシリーズ出場ということね、ありがとうございます。いやー楽しみですね、まあ、ピッチャーがねなかなかいいんで、そこら辺とね、あと最近その終盤戦になってから結構バッターの調子が良くなってきたんで、もしかしたらもしかするんじゃないかなんてね、まあ広島はねカープファンの私としてはですね、まあ夢物語をね描いております。さて、まあそろそろね、画面の方を切り替えていきましょう。でしょ、そうなんですね、まあ、小林カムイ選手ね、もう F1 からは一体、ちょっと、距離を置いた形になってしまいましたがね、いつか復活してほしいと思うんですけどね、まあ、来年ね F1 またね日本の企業が参加なんてことになれば、まあ、多分カムイ選手呼ばれることになるんだと思うんですけどね、まあ、そこら辺にもね期待していきたいところです。まあ、そのためにはまずね日本の経済がね、まあ良くなればいいんじゃないかなと思っております。そして須藤さんいらっしゃいます。監督和骨ですということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。クッシーさんね、続々と、広島東洋カーブクライマックスシリーズ、出場のね、祝いの、知らせがね、届いておりますけどね、いや楽しみですね。これね、リスナーさんが作ってくれたんですよ。違いますね。ちょっと今日は鼻声に超えちゃってるのかな。すいません。別に鼻声ではなく、まあちょっとね、先ほどまで寝てたんでね、多分放送していけばまたね調子が戻ってくると思います。よろしくお願いします。ということでクシャさんいらっしゃいませ。このね、今後ろに見えてる、画像なんですが、これ一応ねリスナーさんがね書いてくださったんですよ。いや非常にね、私自身のね、コテハンネームである、監督っていうのはね、もともとマーティー・ブラウン監督のね、ブラウン監督というところから来ておりますんでね、まあ非常に私の、まあ今までねどういうリスナー歴を辿ってきたか、生主になるまでどういうことをねしてきたかっていうことをね知ってるようなので、非常に興味深いね、イラストを作っていただきました、ありがとうございます。インフルエンザとかはねならないんですけど、まあ基本的にこういうね声なんですね、もともと鼻声みたいな声の時もあるんですね。
まあでも、まあ、多分話していけばね、調子が戻ってくると思いますんでよろしくお願いします。ということで、そろそろ、私もね、プロ野球スピッツ2013をやっていきましょう。多くの方がね今日も、お越しになってるようなので、また盛り上がれるような放送ができたらなとそう思っております。ではね切り替えていきましょう。よいしょ。さて、音の方切り替えました。大丈夫でしょうか。さて、前回に引き続きスタープレイヤーの方でプレーの方ねさせていただきましょう。ありがとうございます。今日もね、絶対に勝ってみせると見せようと思いますけどね、一応ね、情熱大陸の、ところには、期待の大型高卒右腕、一軍定着への挑戦というねそっちのタイトルの方でやっていきたいと思います。いきましょう。よいしょ。いや楽しみですね。確かね、阪神戦からスタートなんですよ。しかも今日ね、いや阪神戦ですよ皆さん、大型物理ということでありがとうございます。よしマツダスタジアムへ帰ってきたぞ。今日から阪神との3連戦だ。マートンが、最近打撃好調と聞いている。徹底マークで封じ込めるのだ。では今日のオーダーを発表しておこう。そうですね、完璧のね陣形ですね。投手陣に関してはね、非常に私監督が加わったことで、ね、安定感が増してるんじゃないかと思っております。監督今日の選抜はお前に任せたぞってことね、ノムケンさんが私に選抜を言い渡しました。頑張りましょう。さて今日先発ですよ皆さん。やばいですね。一応連敗中らしくて、しかも借金7ということでね、ただいま、こちらのゲームの中のカープの順位は5位なんですが、まあ今ね、まあ現実の方が順位上というちょっとおかしな状態になってますけどね、行きましょう。そうですね、ちょっと疲労は溜まってるんですけどね、今こんな感じなんですね、うちのね、陣営は。相手チームもなかなか恐ろしいバッターたちがいるんでね、気をつけていきたいと思います。行きましょう。よし勝つぞ、勝たないとやばいぞ。いやこれ本当にね、クライマックスシリーズこれ対戦ありますからね、これは 100% 対戦あると思いますんでね、いや勝ちたいですね。とりあえずまあ初戦は監督が投げるということね。どういうねローテーションで回すんでしょうね、クライマックスシリーズね。じゃあ行きましょう。松山に来たいというね、わかりました。行きましょう。ナイトゲームが行われます。あらいますね。さて、まずはズームズームスタジアムから、こちらのね放送の方ね、中継させていただきましょう。なぜカットボール推しなのか、皆さんニューヨークへ行きたいかということね、今日はニューヨーク行けないんですけどね、広島で、皆さんと一緒にね、こちらのゲームの方ねやっていきたいと思います。ただいろいろ小宮山とね西さんが喋ってるみたいですけどね、まあそんなのほっといていきましょう。ワコワコということでね、正気さえないらっしゃいませ。そうですね、むしゃぶりが止まりません。いやこれがねただのビビリのね震えじゃないことを祈りながらやっていきたいと思いますよ。ただまあとりあえず1球投げてみましょう。今日のストレートの出来はどうなんだ。よし、いいですね、最高のポジションに決まりました。ではね1球投げたんでもういいでしょう。行きましょう。タイガースの攻撃、打順は1番西岡。音の方がね小さかったり大きかったりしたらまた言ってください。行きましょう。小宮山さん、大事なカットボールは行きませんよ。行きます。カットボール特にどのようなこと考えられて。行きましょう。じゃあカットボール1球目、とりあえずボールをしっかり狙った。いや行きましたよ、久々に決まりました、カットボールがね、ちょっとビビりましたけど、はい、行きましたよ。注目して立ち上がり見ていきましょう。そしてスローチェンジアップ、同じ場所でいいんです。やばい、これは大きく外れています。いやいいですよね。スタンド席出てませんよ。ワコということで殺さいらっしゃいません。ただいまプロ野球スピッツ2013の方やらせていただいております。行きましょう。よいしょ、おー危ない危ない危ない。ワコということでコボちゃんさんもいらっしゃいません。いや今日ね、一応本当にクライマックスシリーズね出れることになってしまったんで、この対戦がね、ネソベリアンでなんてことだ。もう少しちゃんと応援してください。行きましょう。スラーブでね三振決めますよ。スライダー外れます。外れちゃった、まずいな。125キロのスラーブが外れちゃったら困るんだけどな。
ズズさんということでね、寝ないでください。いきます、消えますよ。 OK、 ギリギリいっぱい決めましたよ。皆さん、まずは最初のバッターを三振に打ち取りました。ワコトーク、楽天優勝来たぜということでね、ホワイトチョコさんいらっしゃいませ。なぜ皆さん寝てるんですか。ということでワコツーということで、なっちみさんいらっしゃいませ。いきましょう。おっしゃーですよ、まず幸先がいい。見ましたか皆さん、これですよ。やはり監督がこうじゃないとね。まだまだ荒削り、荒削り。いきましょう。お、あー、危なかった危なかった、危なかった危なかった、危なかったですよ皆さん、危なかった、荒削りですね。いきましょうね、皆さんね、カープの、ノルマ何でしたっけ、忘れちゃった、しまった、見てなかった。ということで69番さんいらっしゃいませ。カットボールは投げませんよ、そうやすやすと。うわ、沈んじゃった。ワコトークということで、ありがとうございます。ホワイトチョコさんね、うん、美味しいに決まってるじゃないですか、何を言ってるんだ。ふざけたことを言う人がいますね。やばいやばい、ボールが先行しちゃった。あ、そうか、鳥谷だから、あ、三振10か、やばいぞ、頑張らないと。じゃあまずはこいつも三振取らないといけないということですね。行きましょう。よいしょ、ナイスボール。三振10らしいですよ、気をつけていきましょう。ちょっと私今日はね、調子がそこまで良くないんですけど、頑張りましょう。チェンジアップでいきましょう、インコースのチェンジアップ。ナイスボール。これで追い込みました。そうですね、そうですね、危なかったですよ。でスローボール、チェンジアップを投げたんですよね。なので最後は、ストレート、本気のストレートで高めの、いきましょう。鳥谷どんまいということで、やりましたよ。この大学で打たせとるピッチングしたら笑いものということで、とりあえず奪三振はん、ズルスタ、ズムスタだし、カット打たれてもスパイダーキャッチで安心。まあそうですね、まあまあ広いんでね、ある程度広いんでね、広島市民球場の頃とは違うんで、まあ打たせて取るってこともね、できるかもしれないんですけどね。そうっす、アホっていくスタイルでいきましょう、いきましょう。とりあえず2三振ですよ。2回に入ります。やばい、マートンが来た。しかも、あ、広島カーブからソヨギがですね、打率ランキング6に6位に入ってますね、嬉しいですね。しかし2位に新井がいるのがちょっとまだ私には納得いかない。ということで、81番さんいらっしゃいませ。ワコ2ということでね、ただいまプロ野球スピリッツの方やっております。いきましょう。よいしょ、やばい、外しちゃった。あ、でもマートン調子悪いですね。あれ、マートン調子いいってさっき言われた気がするんだけどな。まあいいや、行きましょう。うわ、これを振らないのか、ど真ん中だぞ。これはね、もしかしたら本当に調子が悪いのかもしれない。スラーブ、あら、外しちゃった。まあ一球スラーブ見せたんで、ストレート、外角高め、よいしょ、やばい、危ない。あ、そうなんですかね、確かに今もカットされましたよ。そうですよ、これね、基本的にはね、本物のやつと一緒のやつが出てますよ。じゃあ最後は、監督こんばんはということで、85番さんいらっしゃいませ。いきましょう。まあでも最後はね、やっぱこの魔球スローチェンジですよ。やばい、打ちました、前に打たれちゃった。こっちこっち、オーケーオーケーオーケー、やばいですね。ちょっと今日ね、三振10個取らないといけないらしいんですけどね、まだ2個しか取れてません。来ました、新井、すごいな。4番5番が1位と2位、打率ランキングの、それは強いですよね。あれ、てか巨人さんいないな、どうしたんでしょうか。ということで初見さんいらっしゃいませ。86番さんいらっしゃいませ。あー、なんなんだこれ、巨人の選手が打率ランキング出てこない、なんでなんだ。ガガーということでね、ガガさんいらっしゃいませ。 ありがとうございます。後手半ね、スラーブを投げたんで、ここはストレートでね、うまいこと外角に決めましょう。
いいですね。これ本当に打率ランキング2位の人なんですか。おかしいですね、うん、ちょっと何か変な力が働いてるんじゃないか。じゃあ最後は落としましょう。これで奪三振ショーです。あら、ボールになります。どうしよう、外れちゃった。ん、小林寛永さんね。うい、決まりましたよ。よかったよかった。小林寛永ね、ちょっとね、え、ちょっと待ってくださいよ。青手コナミは阪神ビギナー、そうなんですかね。うん、いや、とりあえず三振は取りました。小林寛永でしたっけ。広島カープ、ここまで4連勝。小早川、あ、そうですよ、うん、あ、そうか、そういうことか、なるほど。あ、背番号29だったからってことか。なるほどなるほど、了解しました。あ、小林寛永が29だったっけ。わからない、忘れちゃってるな。すいませんね、私もそんなにね、すごい詳しいわけじゃないっていうのがね、ちょっと皆さんによく怒られてしまうところなんですけどね。あ、そうなんですね。うん、じゃあね、いろんなことを教えてください。私もね、ちょっとあまり知らずにね、こちらの作品やってる部分もあるんで、できればね、皆さんと一緒にそのいろんな知識をね、加えながら、できればね、最終戦のね、まあ最後のクライマックスシリーズを望む頃にはね、うちのコミュニティの人は広島カープについてね、非常によく知ってる、そういったね、感じにしていきたいなと思っておりますよ。じゃあラストはストレートですか。低め、よし、バッターから遠いところ空振りになります。いや、いい感じですよ、うん、相手はね、どんどん振っていきます。あ、ありがとうございます、小見さんからのね。やっていきますよ。次はなんだ、どうすりゃいいんだ。今ストレート投げたんだよな。カットボールは投げちゃダメ、スラーブで三振だ。外角いっぱいからアウト、ボール球からストレートになった。あ、やばい、おーおー、危ない、うわうわ、ちょっと走って走って走って、オッケーオッケーオッケー、やりましたよ。ちょっとスラーブ打たれちゃいましたけどね、できれば三振してほしかったな。というわけで私の出番来るんじゃないか。まだ来ませんね。どうやら、うちのカーブの方はワンヒットで、今ね、攻撃の方は済んでるようですね。さて来ました、新井、こちら弟の方ですね。行きましょう。というか前回もね、確か放送じゃね、阪神と完全試合で目指しますか。うん、言いましょう。新井ね、てか前回もありがとうございます、コミュニティさん。いや、焦りますよ、そりゃ。というか新井、兄と弟と並んでるんだ。いや、そんな火事は起きてません。行きます。で、あ、やばい、当てられちゃった。あ、危ない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 、ちょ、危ないぞ。ストレート、ちょっと本気出そう、一球本気出そう。内角インハイ、ググッと、インコースわずかに外れた。見られちゃった。今の見られちゃうの、まずいですね、非常にまずい。どうしよう。チェンジアップ投げとくか、インハイに。あんまりこういうの普通しないんですけどね。変化球持ってきました。ツーストライク追い込んでいます。ただ見せき、誰も見てないぞ。何を言ってるんですか、どういうことなんだろう。とりあえず行きましょう。で、ストレートな、チェンジアップ投げたから、ラストは外角にストレートいっぱい、よいしょ、決まれ。やばい、当てられた。アウトコース打ちました。よしよしよし、取ってワンアウトです。 OK です、 OK です。阪神とね、毎回なぜか当たるとき私が投げるんでね。いや、これはね、もしかしたら阪神キラーなんじゃないかってね、言われてるかもしれませんよ。うん、わざわざ阪神と、戦うために一軍に上げられてきたんじゃないかなんてね、思われてるかもしれません。行きましょう。まあ、こいつは大丈夫でしょう。藤井は大丈夫でしょう。やばい、これ見られちゃうの。チェンジアップ投げて、やばい、外れちゃった。どうしよう、投げる球はスラーブぐらいしかないぞ。ギリギリ決まっています、スライダー。これストレート待ってるな。落ち着いていきますよ。いいですよね、村田兆治のねフォームらしいんですよこれね。スラーブを見てきたということは、これはカーブを待ってる。いや、変化球待ちなんでカット投げてもいいかもしれませんね。ストレートチャンス。いや、でもね、これね、ストレートね、振ってきますよこいつ。オッケー、見ましたか。釣り玉に手が出ましたよ。あ、そうか、意外に多いんだ。
ストライクからボール球のカット、いやそのね変化が乏しいんですよ。うん、まあいいや、じゃあ投げましょう。ちょっと外角ちょっと外れ球の、これは大きく外れています。ちくしょ、2-3っすよこれ、まずいな。まあカットボール132キロなんでね、スローチェンジでこれで三振でしょう。行きましょう。うわ当ててきた、打ちました。あー三振取れないな。まあでも一応ね、ノーヒットノーランピッチングですよ今のところね。9番スタンリッチ、いやスタンリッチか、こいつ意外にね打ちそうなんですよね、怖いですね。まあとりあえずストレートで様子見でしょう。ここだ、オッケーオッケー、完璧ですね。でスラーブ、オッケー、ナイスボール、最高のボール来ましたよ。へえ、山本雅と三浦、あーまあでもベテランだからな、通算の勝利数ってことですよね。ベテランだからってのもあるんじゃないかななんて勝手に思ってるんですかね、違うんでしょうか。行きましょう。やばい、当てられた。なに、オッケー、三振取りましたよ。今日もねいきなり三振を築いております。あ、来ました来ましたよ、バッターの出番じゃないですか。ズバッと一発、いや、三振マイダーリーということでありがとうございます。行きましょう。石原がね打ってるのを後ろから見ましょう。まあ、皆さんね、まあ、応援歌どんな、曲の方してるのか知らないんですけどね、あ、何だったっけな、私もあんまり実は危ない、ファールボールが飛んできた。ドドンと一発いってみようとかいうのがありますよね。なんかそれって、それはあれか、甲子園の応援歌かありがとうございます。いきますよ。ちょ、まず石原がね結構粘ってるんで、打ちました。うん、ダメだ、全然前に飛ばない。アウト、ワンアウト、バントじゃないですよ今、あれですよ、来ました第1打席です。どうしましょう、意外と打率がいい、3割3分3人だ。石原軍団じゃない、それは俳優だ。ちょっと待ってよいや球がね重そう、球が重そうでしたよ。ってことはこれは流し打ちだ。流し打ちってどうやるんだっけ、流し打ち、流し打ちは丸ボタン、ここまで2連丸ボタン、丸ボタン押しますよ。ファウルになります。全然ダメだ、カットしていこう、これ重い球が、ちょっと合わない、やばい、いやタイミングやや早いとか出ちゃった。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、危険だ、気をつけて気をつけて、まずいまずいまずい、三振取られちゃう。ちょっとミートでかくしよう。うわー三振ですうわいや非常にいいペースで飛ばしてますね小宮山さん。そうですね、今日は非常に調子いいですね。うわー辛い、いやこれはきつい、いやスタンリッジやりますね。前回もねスタンリッジだったんですよね、対戦投手。完全に振り遅れました。なんなんだあれ沈む球、いやいいと思ってますね。まあいいでしょう、私はね防御ずっとゼロ更新すればいいんですよ。今ね4回で4三振なんで、できるだけまた三振の山をね築いていきましょう。はい、わかりました。ということでコボちゃんさんありがとうございます。まず速球から入りました。で、速球から入ったんで次はチェンジアップ、いきましょう。そうですね、どうしてもね打つのはまだまだ下手くそなんですよね。落としていく、オッケー、ナイス、抜いてきました。ストライクを先行させていきます。そうなんですよね、それをどうにかしたいですね。よし、で外角高め、アウト、はい、やばい、これは大きく抜けちゃったどうしよう、これで決めようと思ったんですけどね、仕方ない、スラーブでいくか、いけ、うわやばいな、見送ります、外れちゃった、どうしよう、ストレートもう一球いくか、 OK、 あーやばいな、どうしようどうしよう、カットしてきたぞ、これでなんとかなるだろう、いけ、同じ球だけど大丈夫かな、
やばい。高めのボール、これはどうだ。うわー、うわー、ランナーを背負います。うわー、打たれちゃいました。やばいですね。どうしよう、背負ってのピッチングになります。どうしよう、ノーアウトだ。しかも見事なバッティングでした。いや、はいじゃないですよ。まずいまずいまずい、バッターボックスには2番大和、まずい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 、ヒットでランナー1塁になっています。今頭当たった。ごめんなさい。大丈夫か、大丈夫か。なんか今頭に当たりませんでした。なんかしかもストライクになったようわからん。まあいいや、行きましょう。ここもバントの様子も見送っています。お、J かということで137番さんいらっしゃいませ。今頭に当たった気がしたんだけどな、何なんだろう。そういう注意だぞ。まあいいや、監督にも今度はバントの様子はありません。いや、でもなんか追い込みました。よくわからんことになってます。次のボールがまだ50球目です。よし、もう一球バントしました。よいしょ、ピッチャーが取る、一塁送球します。オッケーオッケー、ワンアウト。とりあえずバントされちゃいましたけどね。クリーンナップに入ります。あ、でも鳥谷の得点圏打率が悪すぎる。に倒れました。1割4分5厘、これはね、いけるかもしれませんね。そうですね、焦らずいきましょう。ここまで4連勝。よし、これは大丈夫でしょう。葬儀、葬儀、何してるの葬儀。広げていきます。葬儀さん、三塁一塁となりました。ちょっとちぐはぐなプレーになりました。西さん、今のプレーちょっといただけませんね。葬儀、ピッチャーはちょっと辛いね。一応名手、迎えるバッターは一応名手なのに何してんの。先制のチャンスを迎えていますタイガース。いや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 、やばいぞ。一応名手なんですよ葬儀。何なんだ今のは。ちょ待てよ、やばい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 な、ちょ待てよ。高校野球じゃないんでね、多分スクイズはしてこないと思うんですけどね。打ちました。やばい、落ちた。いやー、やられた。あー、やられちゃいました。丸ホームに帰ってきました。くそ、くそですわ。くそチームだ。クソチームやー、こいつらどうなっとんねん。いや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 、今のバッティングご覧いただきましょう。何今の、これ丸、見てこれ。ここで欲しかったタイムリーエラー。いや、マジか。ちょっとちょっと、いやでもね、ありえますよこの展開。クライマックスシリーズこの展開ありえますからね。いや、2軍落ちとかいうよりはこのこいつら全員2軍落ちでしょ、スタメンのやつら。何やってんだ。まあいいや、仕方ない。力強い、まあ1点で、まあ1点でいいや。まあ1点取ればいいんですよ。こっちが1点取ればいいんです。私がホームラン打てばいいんですよ。オッケーオッケーオッケー。効いたボールです。よし、でこれで三振でしょ。変化球を織り交ぜて打たせていこうという投球でしょうか。で最後でこれでいく決まり。押しっかけだ。当てただけ。頼むよ。ショート取ってセカンド送球アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。ああ、よかった。え、なんか2点目入ってない。2点目が入りましたタイガース。は2対0になりました。は、え、え、なんでホーム投げないんですかこの人たち。なぜホームに投げないのか意味がわからん。ちょっと待ってお前。いやいや違いますよ、走られてない走られてない。走ったって言いますから。あのね、走ったらね絶対走ったって言うんですよ。いや違う違う違う、いやホーム投げるでしょ普通ホームですよ。ん、もうバカなんじゃないのこの人たち本当に。いや、こんなことありえませんよプロじゃね。いや、あんなことしたらもう堂林速攻あれですよ、2軍ですよ。そう、そうですかね。なんか違う気がしましたよ今の。いいテンポで、まあ皆さんがね、まあ野球に詳しい皆さんがそう言ってるならね、いや、それだったら一塁投げてほしかったですよね。まあいいや、いや、おこですよ。あ、びっくりした。あれ、宇宙間に強い打球、ライトやばい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 、それどころじゃない。やばい、帰ってきた帰ってきたよ帰ってきた。うわ、最悪だ最悪だこれ。やばいやばいこれ。
3対0いや交代もありえますよこれまずい。さあご覧いただきましょう。やばい本当に2軍落ちになっちゃう。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。やばい追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。いやでも全然ありえますからねこれね。ほら左中間に上がった、落下点入りました。落下点アウト、3アウトです。やばいですね、ちょっといきなり序盤でミスりました。いやいやダメですよ、だってあ、でもあれですよ、1点返しました。そうですね、気持ちリセットです。いやちょっとまずいな、ちょ集中しましょう、集中しましょう。小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。やばいリリーフ、そうです、ね、もうリリーフ考えられてる。ブルペンの方には連絡行ってると思います。マジか、ブルペンの方には連絡が行ってる。リリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。これは変化球。やばいやばい、ちょっとまずいまずい、まずいな。もうなんかリリーフ考えられてるみたいですよ私。 OK、 インコース高めはストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。いやここからね、料理していくか。ここから私が見せるんですよ間違いない。やばい、打ちました。これはどうだ、チェンジアップが打たれちゃう。追加点のランナーノーアウトから塁に出しています。おら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 、まだよ、おら一塁蹴って二塁に向かう、ツーベースヒット。まずいまずいよこれ、本当にまずい。点検にランナー置いています。これはあれだ、9番、バッターは9番スタンリッチ。最初の打席は三振。やばいなこれ、ちょまずいなこれ。ここはバントしてきます。ファーストを取った、一塁送球。やばいなこれ本当に、いややばい、ついに一軍の洗礼が始まったんだ。いや明らかにね、確かにスローチェンジアップとかでね三振取れすぎてましたからね。豪快に投げてきます。やっぱバランスなんでしょうねこれがね。チェンジアップを見極めます。まあ仕方ありません、まあこれが一軍の洗礼だと思って頑張るしかありませんね。高めに来た変化球ですが空振りです。アップと反らして、何してんのよ、ボールを拾って、何してんの何してんの、石原さん何してんの。いやちょっとエラーが多い、違う、今日あらへ煽ってない、全然今日煽ってないはずなのに。わかりました、ストレートでバンバン押していきましょう。怖い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 っす。ファールボールです。これでいいでしょう、これでいけるでしょう。よしよしよし、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。危ない危ない危ない、2アウトになっています。うん、ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。やばいやばい、だいぶ言われてる。先ほどはいやだいぶ言われてますよ、投げ急いでるんですかね私ね、知らない間に。全然私いつも通りに投げてるような気がするんですけどね。いや非常にまずいですよこれ、ちょっと待ってくださいね。まあでも5回の表で3対1ですからね、まあまだ全然ゲームはなんとかなるんですよ、それはなんとかなる。でも次の1点はだいぶでかい、次の1点だけは取られちゃいけない。おしオッケー、低めの球、ここはあっという間に追い込んでいます。そうですね、もうほとんどゼロですよ、もうスタミナほとんどゼロです。まあいいんですよそれは、それはいいんですけど、ストレートでインハイ。うわっ何それ、うわーダメだ、これは交代させられる、これは交代させられちゃう、終わってしまった俺のクライマックスシリーズ。やばい、バッティング西さんご覧になっていかがですか。2軍になっちゃう、追加点の入ったこの場面、これは交代させられる絶対。あ、交代させられました、終わりました、終わりましたよ皆さん。あーマジか、また2軍に落ちちゃうなこれ。さてまあね、私このままじゃ敗戦投手になっちゃうんですけど、どうなんでしょうか。頼む1点取ってくれ、追いつけ追いつけ追いつけ、頑張れ。ダメでした。というわけで、監督今日はですね負け投手となりました。いやーやばいですね、あいやちょっとね、今まではインハイとアウトローだけで大丈夫だったんですけど、もうこれからはちょっと違うこと考えないといけないですね。残念ではありますけど、まあいい試合でしたね。そうですよね、勝ったタイガース、そうですよ。ということで213番さんいらっしゃいませ。どうやら楽天ね、優勝が決まったそうですよ、うん、ご覧のように。さてどうしましょう。
今日の回。そうですね、そよぎと丸と石原がね、ミスっちゃいましたからね。何なんだあれは。そよぎなんて一応名手って言われてるんですけどね、なんでなんでしょうか。私、まあ、ついに負けがつきました。1勝1敗です。スポーツニューススピースポの時間です。本日行われた、広島対阪神の試合は、3対4で阪神が勝ちました。敗れた広島は3連敗です。なお監督選手は4回3分の2を、被安打5、5奪三振4失点で1敗目を喫しました。以上スピースポでした。やばいな、これはまずいですね。ちょっとね、休暇が必要だ。あ、マイ能力が劣化しました。監督の球速が1下がりました。あー、どうしようこれ。これはまずい気がするな。あー、やばいな。ん？まあそうですね、まあ荒いとは言っても、あんなにひどいか。西岡が最近打撃好調と聞いている。徹底マークで封じ込めるんだぞ。では今日のオーダーを発表しておこう。監督、いや連敗がどうも遠だ。いやこれ、荒井のせいじゃないですけど、まあいいでしょう。ちょっとね、疲労が溜まってるんで、とりあえず休暇を取りましょう。あと能力もアップさせておかないといけない。やばい、5連敗、やばい。あ、4連敗、やばいやばいやばい、これはまずい、本当にまずいぞ。どうしようどうしよう、ちょっと待ってくださいね。皆さん、大変な事態が発生しております。今日は阪神との3連戦最終日だ。鳥谷が最近大好調と聞いている。徹底マークで封じ込めるんだ。いやこれやばいな、2軍落ちくるかもしれませんね。ちょっと待ってよ、能力アップさせとこう。球速が落ちたんですよね、1キロね。これ上げとこう。で OK で、あとそうそう、あとこの前スタミナを上げとけって言われたんですよね。これを上げとかないといけない。まあ最高に上げとこう一応。で、OK で、試合。通信ファースト持ってないんですよね。カットボールしかないんですよね。あ、勝った勝った。いや、消えちゃいそうです。ちょっとまずいですね、このままじゃね。どうしよう。いや、これまずいですよ。やっと勝ちました。連敗は止まりました。成長ポイントは獲得できませんでした。まずいな。あ、移動日だ。どこに行くんだろう。あ、パイピンチがついちゃった。まあいいや、今日は試合がありません。どうしようかな。そうかもしれませんね。前回までちょっとね、順調すぎたんで、もしかしたら難易度が上がってたのかもしれませんね。休速。いや次多分、次よ、あ、横浜だ。横浜ですよ皆さん。勝手に難易度上がる仕様なの。そうなんですよ、勝手にね、あのこっちがうまくプレイすればするほど難易度が上がる仕様になってます。よし、横浜へ乗り込んできたぞ。今日から横浜との、3連戦だ。中村が、最近大好調と。それでね、 DNA っていいんですよね。 DNA で合ってますよね。では今日のオーダー発表しておこう。監督、お前の試合の行方。これはもうね、ほとんど試合をね見るのが、仕事になってますけど、大丈夫なんでしょうか。あ、でも野村が投げてるし、調子もいいんでね。あー、そうなんですよね。なんか結構いろんな人が署名活動みたいなしてるみたいですよね。勝ちましたよ。よかった。勝ちました。2連勝です。4位に浮上しました。オッケーオッケーオッケー。ちょっと見てみましょうか一回。今全体的何位なのか、他のチームが。皆さんもね、多分自分が応援してるチームがあると思うんでね、ちょっと見てみましょう。オッケーオッケー。これは私じゃないんですね。私はヤクルトか。私ヤクルトと戦うみたいですよ。で、球界情報、公式記録で、え、違うな、これか。何これ。
これ何ですかこれ。ちょっとわらわら皆さん大変な事態が発生してますよこれ。一応クライマックスシリーズ出ることが決まったチームのうち2チームがほとんどもう優勝とかそういうのと関係ない順位になってますし、阪神に至っては負け越しがやばいですよ。23も負け越してます。借金23。いやそうですね、一応なんか今日勝てば広島カープは3位に浮上することができますね。行きましょう。ちょっと意外でした。まあそうですよ、ヤクルトは実際強いですからね、うん、ということで237番さんいらっしゃいませ。そうですね、阪神急に調子が悪くなっちゃいましたからね。あ、堂林がホームラン打ってる、松山もホームラン打ってる。いやそんなにことになってるんですかね。いやでもすごいですよね。以上スポーツスピースポーでした。ということで一応ね、勝利の方しました。でもね、急にやっぱ1軍に上がったんでね、まだね1軍に慣れてないっていうのがね、まあ現状なんでしょうね。うん、今日は、3連戦、これは私は投げませんからね、飛ばしていきます。で、あ、大竹だ。いや、このね、タームは結構この3連戦はね、いい投手陣が投げてますからね、余裕でしょう。勝ちました。よいしょすいません、失礼しました。いきましょう。すごいですね、4連勝ですよ。ストレートを有効に使えというか、私投げてませんけどね、なぜなんでしょうか。ねえ、これでいいのか。あれ、あ、大丈夫ですよ、ありがとうございます。これ東京、あ、そうか、東京ブレスユーということで、東京とヤクルト、東京ヤクルト対広島カープ、相川が調子がいいみたいですね。前回登板は確か5イング。いや、去年じゃなくて、一応カープのデータは今月の最初、9月1日にねアップデートされたものを使ってますよ。そうですね、大竹安定してますね。ブレスユーだろう、いい加減にしろということで、すいませんでした。前回、登板は確か5イング、待たずに降板したはずだ。今日はお目を注いでほしい。お目を注いでほしい。あれ、お目を注いでほしいって言いますっけ。まあいいや、そうだな、5イニング以上で2失点以内というところが合格ラインだろう。しっかりと先発の役割を果たしてくれ。ミッション、名誉挽回のマウンドへ。5イニング以上を投げて、しかも2失点以内ならクリアだ。いや今なんかお目を注いでくれ、お目を注いでくれって言うっけ、言いますっけ。まあいいや、一応セーブしておきましょう。今3位なんでね、ここで負けたらまずいですね。しかもチームは4連勝お前は返上するもの、返上だよね。ですよね。なんかお前を注いでくださいって出たんですよ。あ、そうなんだ、注いでくださいって言うんだ。あんまり使わないですけどね、私は。あー、そういうことなんだ、なるほどなるほど。そういう意味かみたいですね。まあ行きましょう。調子が上がらないな、まずいな。注ぐってさらに悪くなりそう、わらわら。ですよね、お目を注いだら悪くなっちゃいそうですよね。行きましょう。ちょっとさっきのはちょっと調子が悪かったというよりもなんか変な感じになってましたね。やっぱ焦ったのかなということで、チースということでね、252番さんと、そして監督の夢放送希望さんいらっしゃいませ、そして254番さんいらっしゃいませ、こんばんはということでね、いらっしゃいませ。あ、雨ですよ、初めての雨だ。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープの10回戦です。いや、それだったらすすいでくら、すすげって言った方が良くないですか。うん、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、行きましょう。よろしくお願いします。雨ですよ、雨の神宮ですよ。西さん、ここまで非常にいいチーム状態で来ています、うん、ということで256番さんいらっしゃいません。そうですね、こうなるとですね、元気ですよ、嫁は元気ですよ。雨って言ったらヤクルト、そうですね、あの傘のね応援が見れるんでしょうか、楽しみですね。
行きましょう。え、なに、菊池選手がなんか出たの今。菊池選手が怪我しましたみたいなの出ましたけど、大丈夫でしょうか。西さん、やはり強いチームというのはバッティングピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがですか。まあ、当然ですよね。そうですね、とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。先発ピッチャー菅、まあ、でもまだ防御率ね 0.44 なんで、なんとかなるでしょう。今日のカープバッテリーです。頑張ります。いきましょう。そうですね、バレンティンがいますからね、頑張ります。いきます。どうしましょう。まずはわあ、 PSP 版、あ、プロ野球スピリッツですか。一応ね、2012はねビータでやってたんですけど、まあ、やっぱブレス3版の方が面白くていいんじゃないかなってね、そういう風に思ってますよ、うん、でストレート、オッケーオッケー。ストライク、2球で追い込んできました。落ち着いていきましょう。落ち着いて、落ち着いていけばなんとかなるんですよ。でここにチェンジアップ、これは見送ります。やばいな、いやまずいな。インコース、そうですね、ちょっとさっきの経験があるんでね、ちょっと私ビビってます。ちょっとね、まずいな。打たれたらね、すぐにね炎上しちゃうんで。入れよ、決まれよ。オッケー、決まりました。まず一つアウトを取りました。まずは一つアウトを取りましたよ。バッターは2番上田。よし、落ち着いて、落ち着いていこう。スワローズ今3連敗中らしいですよ。うわ、何なんだこれ。ちゃんとね合わせてるつもりなんですけどね、しっかり合わせないと。やばい、痛烈、うわあ、っという間にライトへ。うわ、やっぱ調子が悪いとこうなるんですね。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。打順は何なんでしょう今の動き。なんか変な動きしましたね私ねまあいいや、行きましょう。ワンアウトランナー一塁です。前ね、前回あの完全試合ピッチングの方してた時もね、調子はマックスだったんでね、それが多分ね原因なんだと思います。行きましょう。最初は見ていきます。うわ、うわー、マジか。ランナーが出ます。こうなるのか。チャンスが広がりました。ワンアウトランナー二塁一塁。やばいなやばいやばい、本当にやばい。ここまで3連敗。いや落ち着いていってるんですけどね、難しいんですよね、タイミング合わせるのが。まあ仕方ありません、いい時もあれば悪い時がある、まあ、それがやっぱプロ野球ですよ。2球目打ちました。打球は左中間へ。マジか、ワンバウンドヒットになりました。これで3連打。マジかあー、すごい難しいぞこれ、この状況。頑張りましょう。満塁です。落ち着いていこう、落ち着いていこう。いやー、チャンスに強いのかこいつ。そうですよ、満塁ですよ、仕方ない。このストレートには力があります。フルボッコになってます今、ちょっとまずいですね。行こう。ちょっと甘いコースでしたが、バットは出していきません。まあそういう考えもあるんですけどね。いや炎上中です、まずいですよ。1球ちょっと高めのボール球いくか。 OK OK OK、 注文通りの三振ショー。いやでも5回までをね2点に抑えないといけないんですよ確かね。で炎上しないこと、それが条件でしたからね。行きましょう。スワローズここまで3連敗。オッケー、ナイスボール。力強いボールです。で、これは大きく外れています。おっしゃ、行こう。頼む。うん、夢花火ですよ。ちょっと待ってください。どうしよう、どうしよう。仕方ない、投げるかこれを。
いや、オッケーナイス、振ってくれた振ってくれた、とりあえず危なかった、危なかった、よかった、いやよかった、皆さんやりましたよ、満塁のピンチ のげました、しのぎました。あ、そして私の番だ。え、なになに、ツーアウト二塁三塁、ツーアウト二塁三塁、大チャンス大チャンス、ちょっと待って、投球見ないと、ちゃんと投球見ないと、これ打ったら私の番ですよ。1球目スライダーから入るのか、これね、2球目のスライダーをね強振しましょう、2球目のスライダーを強振で、ホームランで満塁ホームランですよ。おっしゃ、抜けた、抜けてくれよ、うわ最悪だ。ということで、稲妻さんいらっしゃいませ。どうやら1回のね、表裏ですね、私たちカーブのね、3ヒットは無駄になってしまったようです。いきましょう、2回の裏、4割バッター、どうしようこれ、いきます、インローのストレート、 OK、 9名は空振りです。あ、そうですね、ちょっと待ってだよ、これが怖いな、ちょっと落ち着いていこう、落ち着いていこう、インハイ、うわカットしてきた、うわうまいな、インハイが打たれるな、インハイが打たれちゃう、ちょっと待ってよ、インハイのストレートが打たれちゃうな、スワローズここまで3、なんでなんだ、アウトコース、ストレートが決まっています、森岡が来ましたよ、あ、森岡じゃない、相川が来ました、調子がいいのがまた気になりますね、これね、チェンジアップは入りません、おっしゃ、もう一球、うわマジか、インハイ、オッケー、結局追い込まれました、で次がこのボール、いや考えてはいるんですけどね、うわ打ちました、うわマジか、ランナーが出ます、スワローズマジか、いやーマジか、ヒットでランナー二塁一塁、ノーアウト一塁二塁はこれはきついぞ、送ります、でピッチャー取った、一塁アウト、送ってきました、ワンアウトランナー、でも一応見てるんですけどね、打順は1番に帰ります、でまだだってヤクルト戦私投げてませんからね、三振に倒れました、いや投げてません、っていうかむしろあのコントロールが、これね投げる瞬間にねこうグググってねカーソルが集まってくるんですよ、それが今ちょっと私自身の、能力が低いんですごいスピードで狭まっていくんですね、であとプラスアルファあと調子が悪いんですごいその縮まるコントロールを示すゲージっていうかカーソルが縮まるのがすごい早いんですよね、まあ、それが原因なんですよね、私がコントロールしたいところに飛んでってないっていうのが原因なんだと思います、ということで満塁策でということで、ね、287番さんいらっしゃいませ、ワンアウトを取ってるからな厳しいですね、ちょっと待ってだよ、ツーアウトだったらねまだ満塁策っていうのも一つの手だと思うんですけどね、危ない、追い込んで次もやはりストレートで押してくるでしょうか、ということでね、皆さんヤクルトファンが集まってきてるんですね今日ね、ということで初見さんいらっしゃいませ、290番さんいらっしゃいませ、2回裏からてか1回もね満塁になったし2回もこんな状態なんでね大変まずい状態になってるんですけど、とりあえずいやそれはちょっとね虫が薄いでしょう、で行きましょう、これでいけるはず、うわマジか、使ってきます、よくバットが止まりました、ワンボールツーストライクとピッチャーを追い込んでいます、うわマジか、いくか、引っ張った、これはどうだ、頼むホームホームホーム、ナイスナイスや、ナイスやで、ドバイスナイスやで、ゲッツーじゃないけどホーム取りましたよ、ホームで取りました、ご覧いただきましょう、よかった、よかった、見事な守備を見せてくれました、よかった、ナイスだね、阻止しましたよ、危なかった、
や、これで石原がボールを落としたりなんかしたらもう私発狂しちゃいますけどね。打席には2番バッター上田、最初の打席でヒットを放っています。チートか言えない、行きましょう。マジかこいつ、どこ投げても打っちゃうぞ。やばいな、堂林がやってくれましたよ。オッケー、これが決まったらでかい。引っ張ったライナーになった、ライトの前、終わっとる、終わっとる、終わっとる。この打席もヒットを放ちます。終わっとる、いやすごいな。まあでも今ね牽引しようかなと思ってたんで、これはいいんですよ。ミレッジで勝負しようと思ってましたからね。これは大丈夫です。ちょ、あいつが調子良すぎる、さっきのやつが。落ち着いていこう。 OK、 勢いのあるボールを投げ込みます。満塁です、2アウト満塁です。でもまだ0点。よし、行くぞ。さっきスローチェンジアップ打たれたからスラーブを積極に投げに行こう。2球目、危ない、ファールボール、危ない、危ない、危ない。高めに1球外します。あ、分かりました。ということでよろしくお願いします。頑張ってね、放送の方でこちらのプロ野球スピリッツやっていきたいと思ってるんですが、まだね、1軍に上がったばかりの私監督、ちょっとね、皆さんにとってはね、これはまだまだだなと思わせるようなところがあるかもしれませんが、頑張ります。いきます、引っ張った、取って、これはどうだ、頼むよ。おー、送球がそれた、サードランナーがホームに帰ってきました。うわーうわー、なんだ今の、なんなんだ今の。今日先制しました、そんなのプロじゃねえ。迎えるバッターは4番バレンティン、最初の打席でヒットを放っています。エラー多すぎる、何今の。まあでも自責点じゃないからいっか。打ちました、あっと弾いた、なんだギグチェ、何してんだ。サードランナーホームイン、こんなの野球じゃねえ。2点目が入りました、ヤクルトスワローズ2対0になりました。打順は5番に回ってきます、川端。最初の打席は三振に倒れました。こんなの野球じゃねえよ。いや破天荒野球じゃない。きつきつ、本当にきつい。こんなの野球じゃないっすよ。ということで320万さんいらっしゃいませ。いやーマジか、こんなのクライマックスシリーズでやったらもうえらいことになりますからね。打ちました、これはどうだ。 OK、 頼むぞ。セカンド取って一塁アウトで、こんな宣伝入れませんよ、ちょっとマジか。全然最高じゃないですよ。ということで326万さんいらっしゃいませ。そして、330万さんいらっしゃいませ。いやそうですね、完全に味方に裏切られましたよ。いや本当にいません、木口もミスりましたからね、堂林、そよぎ。そうですね、ここで来ましょう。さっき私なんて言ってましたっけ。あ、そうか、いやエラー2ですよ。4番の3回を迎えています。います、追いかけるカープの攻撃になります。ピッチャーからの打順になります。いきますよ、先制されてしまったわけですが、これボール、3回です。何今の、めっちゃ曲がってくる、スライダーがめっちゃ曲がってくる。まだね、あの序盤ですから選手たちはね、まあ、落ち着いていきましょう、落ち着いていきましょう。ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。ファウルになります。ダメか、もう一回いくぞ。オッケー、真ん中打ちました、落ちて落ちて、下がっていく、下がっていく。マジか、ど真ん中打ったんですけど飛びませんね、すいませんでした。マジか。まあ仕方ありません、頑張りましょう。追加点を狙うスワローズの攻撃です。拍手の方はね起きないようにしてください。ということで338万さんいらっしゃいませ。ちょっとマジか、っていうか私がねどうしようもないんでね、野手陣の守備はインサイド決まっています。で、いや惜しかったですね、ど真ん中だったんでね、打ってったんですけどね、どうしよう。赤川なんてゲームだとこんなに成績がいいんだ。
うわ危な外への変化球ノーボールツーストライクと追い込まれています。ああいう風にね本当はタイミングよく押してるつもりなんですけど調子が悪いとねすごいカーソルが狭まるのが早いんでねああいう答えはもうわかるじゃん。んインコース外れてボール。いやそんなもんないですよ。いや一応ね私こちらの選手作るときね最初はまともな体格の選手作ってたんですけどねリスナーさんにねこれねプロ野球スピリッツ2013ですよ。やばいインサイド落ちました。マジかヒットになった。マジかまたノーアウトでランナー出しちゃった。ああこれやばい本当にどうしよう。もともとね普通の体格で作ってたんですけどねそれじゃ面白くないだろうって言われてねこれに作り変えたんですね。どうしよう本当に打たれちゃうな。初球ボール。いや炎上中なんでしょうか。頑張ってるんですけどねなんでなんだろう。やばい、これでいこう。 OK 打ち上げた。打ち上げてしまいました。オーラセカンドが取る。一塁送球一塁送球アウト。ワンアウト。ああ取れるかと思ったんですけどね取れませんでした。8番バッター相川もう一回いきましょう。最初の打席でヒットを放っていますいけるかなと思ったんですけどね取れませんでした。力があります。でわらわら2球目打ちました。うわまた抜けた堂林。抜けた三塁送球はどうか。やばいやばいまたヒットだこれ。炎上中だこれはもう炎上中認定されても仕方ない。赤川第1打席は送りバントを決めています。まずいな炎上してます。ただいま炎上中。これは外れています。良いボール決まっています膝元。打った、okay、これはどうだ。掴んで2アウト。2アウトランナー3塁1塁となりました。そうですよね防御率はいいんですけどね。頑張ります。いや故障してでも止める。それが私のやり方。ヒットがありません。オッケー。速球でコーナーを攻めます。で、バッターよく見ました。炎上中って言わない。頑張ってますからね。うわ。打ちました。低い当たり。うわー、打たれちゃった。自責点ついちゃう。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。追加点。いやちょっとまずいまずい。まずいまずい。ご覧いただきましょう。どうしよう。いやそうなんですよね、うん、今ね1点入って急に防御率が上がったと思うんですけどエラーでねなんていうんだああいうのなんとかエラーなんていうんだったっけ2球目打ちました。 OK 頼むぞ。 OKOKOK3 アウトになりました。なんていうんでしたっけ点が入るエラーな点が入るエラーのことなんていうんだったっけエンタイトルエラー違うエンタイトルエラーじゃねえな。なんて言うんだろう。あそうタイムリーエラーそうそうタイムリーエラーをねやってくれたんでね毎回タイムリーエラーで点が入ってるんで防御率がねひどいことにならなかったんですけどやばいな点が入らんぞ。そうそうタイムリーエラーが連続したんですよ。どうすりゃいいんだこれ。カットボール投げてみるかちょっと。おっちょっと皆さんもしかしたらカットボールを投げる時が来たのかもしれませんよ。うんカットボールが決まるようになってきましたよこれ。でこれで決まる。そうなんですよね納得がいかないんですよね。でこれで決めましょう。ドン高めのボール。オッケー石原頼むぞ。石原落下点に入ります。オッケーオッケーオッケー。ワンアウトです。そうですねまあそうなんですけどね投げる球がね見つからないんですよね。ワンアウトにしています。まあとりあえずストレート。オッケー。決まってストライク。難しいですね。まあまだまだね私も全然このゲームの方ねやり込んでないんで。いやトレード違いはしません。さすがにそしたらもう元からやりたかったこと全然できなくなっちゃうんだね。カットボールいきましょう。アウトロー。オッケー。いやこれカットボールもしかしたら来てるかもしれませんよ。私もしかしたら対戦相手にデータを取られてるのかもしれませんね。
でここですよ、決めましょう。うわ全然ダメだ、わずかに外れました。これで決めようじゃん。うわ打ちました、入れました。あそうか、そういうことなのか、カットボールは当たらなかったらなんとかなるのか。どうしよう、そうですよね、頼む。うわー抜けた、うわーどうしようこれやばい、うん、ファールじゃなかったっすよこれ。どうしよう、急に調子が悪くなってきてるな、まあ、これが本来のプロスピなのかもしれません。あまりにも私がうまく最初ねやりすぎてたのかもしれませんね。うん、でカットボールで三振、オッケー。叩きするバッティング、ボテボテ、ショートが前に来る、押せ、無理、一塁送球、投げんの押せ、大丈夫か。タイミングでしたが一塁アウトです。よかったよかったよかった、こいつさっきから打たれてるんですよね私ね。スワローズ行きます、オッケー、打ち上げた、インサイド落ちました、なるほど、石原、オッケー。最後はファールグラウンドで掴んで、よかった、よかった、よかった、皆さんやりましたよ、とりあえず、この回は抑えました。いやいやもうちょっと危なかったっすよ。5回に入ります。そして私の番だ、の攻撃になります。バッターボックスは頼むぞ、石原、フォーク、フォーク打ちたいですね、皆さんフォーク待ちましょうか。監督今更だけど変化球でアウト取りたいのか、はい、タイミングで取りたいのか、この球は外れています。そうですね、まあできればそのいやいや二塁投げたらアウトにならなかったかもしれないじゃないですか。いやダメだ、うん、どうなんですかね、まあどのピッチャーに、ね、なるかはまだわからないんでね、成長途中なんであれなんですけど、できればねタイミングですね、コントロールよりはタイミングですね。さて行きましょう、皆さん来ましたよ、私の応援歌情熱大陸が流れてますけどね、行きます、まずは行きますよ、フォークを狙う、いった、これは絶対落ちただろう。ワンバウンドヒットになりました、皆さん誠トークということで、383番さんいらっしゃいませ、行きました行きました行きました、出塁しました、やりましたよ、となりました、やりましたやりました、打順は1番に帰ります、バッター二刀流ですよ、今日はまだヒットがありません、行きましょう、初球変化球がいいところに決まりました、よしよしよし、やっと決まった、え、今、あ、ということでコメディの参加ありがとうございます、行きましょう、今カーブ10アンダー、この変化球はバットが合いません、すぐに追い込みました、ありがとうございます、ヒット打ちましたよ久々に、いや頑張ってるんですけどね、石原打ってますよ、頑張ってますからね、何それ、ここは投げ勝ちました、投げてますよ、もうしかもね毎回ね満塁とか、ノーアウトでね毎回、あ来ました菊池です、毎回ノーアウトで、ね、ランナーを出しちゃってるんですよね、私がねピッチャーとして頑張ってるんですけど、頼むぞ、初球から力いっぱい投げ込んできます、頼む、そうですよ、経験値もねもちろん影響出ますよ、勝利したらねポイントが入りますからね、頑張りましょう、頼みます、菊池打った、2球目打ちました、ショートうまくさばいて一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです、ヤクルトが10安打か今、あヤクルトが10安打でカープが2安打、これまずいな、でも5回まではね一応持ったんですね、これね、攻撃です、打席には7番バッター、まあいいや頑張ろう、今日は送りバントを決めています、オッケー、見ていきます、カットボール頼むぞ、うわマジか、打ちました、これはどうだ、ナイス丸、ナイス、いやさっきミスったんですけどね丸さんね、頑張って取ってくれました、バッターボックス相川、言います、ヒットが出れば猛打賞です、スローボールね投げてますよ、結構投げてます、ここまで3連敗、私ねスローボールをねすごい投げてるんですよね、それのせいで打たれてるっていうのもあるのかもしれないんですけどね、スローチェンジアップっていうのがあるんでね、それが110キロぐらいなんですよ、そうですよ、だから結構ね厳しい戦いになってます、
うわマジかど真ん中、センター前ヒット、あーコントロールがねもうちょっと良ければいいんですかね。ランナーが出塁していきます。まあ、今のところはねそのコントロールのゲージがねミスってるんですよね。なのでああいう風になるんですよね。バントしました。頼む。ファーストが取る。一塁に送球します。アウト、ツーアウト。ちょっと今ね調子が良くないんでね、それが問題なんですよね。送りバントが成功してチャンスを。オッケー、打ちました。頼むぞ。一塁送球、よしよしよし。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。とりあえず、ゼロ失点でね、抑えました。来ました。あ、これ、いや、待てよ。え、ちょっと待て待て、すごい、チャンスできたんじゃないこれ。さあ、ここで、やはり監督、立ち上がって代打をコールしました。バッター、相澤。いや、違う違う、満塁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 、しかも私の前、私の前。まずい、これちょっと緊張してきた、やばい。ちょっと満塁よ満塁、皆さん満塁よ。空振り三振、ランナー返しましたよ。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。次は私ですよね。行きましょう皆さん、決めますよ。行きますよ皆さん。勝ちました。もう何も言いません。もう何も言わないことにしました。勝ちました。いやちょっと。ニコライオだ。いやよかったですね。まあいいんですよ。まあ勝てばいいんです。勝てばいいんや。やはり連勝しているチームの勢いを感じる、そんな勝利ですね。まあやっぱりね勢いありますよね。いやよかったよかった。本物ですよね。確かにその通りですね。まあとりあえずね私は、私が打つ場面は来ませんでしたけどね。いやでも二塁打打ってるのにな、変えられちゃうんですね。まあそうですね、そうですね、そう考えましょう。まあよしとしましょう。私はね勝敗には関係なかったですけどね、久本さんが、勝利の方つきました。そうですね、試合を作ることには成功しました。本日行われたヤクルト対広島の試合は3対5で広島が勝ちました。勝った広島5連勝です。なお監督選手は5回を被安打11 被安打11、3奪三振、3失点の内容でした。以上スピスポでした。いや危なかったですけどね。そうですね、全然映像は出てきません。まあ、何かしらね多分優勝とか MVP とか取ったら多分出るんだと思いますよ。あ、まだヤクルトか。そうか、ヤクルト3連戦だったんだ。いや3失点のうちね。いやそうなんですよね、なんでなんでしょうね。まあ一応飛ばしていきますねここね。ちょっと待って、次私、あ結構登板が、あ皆さん皆さんあれですよ、7月19日の表示見てくださいこれ。ピッチャー嫌われるとか高校時代のダルビッシュかよ。いやーオールスターが来るみたいですよ。行きましょう。私出れるんですかねオールスター。監督推薦枠で出れないかな。ということでマイケンが7勝7敗ということでね、7勝目の方をゲットしました。というか対戦相手の石川が10勝してるもうこの時期で。え、ちょっと待って、今ちょっと飛ばしちゃいましたけど、今飛ばしちゃいましたけど、なんか出ましたね今。あれ巨人にマジック。待て待て待て、まだまだオールスター前だぞおい。オールスター前だぞおい。どうなってるんだこれは。
まあいいや。まあでもこれどうなのこれ、ちょっとねびっくりしますけどね。もう私はねちょっと休暇中にねどうにかして体調をね直したいと思ってます。このままじゃ本当に勝てなくなっちゃうんでね。さて、まあ負けちゃいましたね。まあ練習は止まっちゃいましたけど、まあでも一応勝ち越したんでよしとしましょう。さて広島に帰ってきました。まあ調子がまあいいっちゃいいのか。さて私の評価が更新されました。まあいいでしょうこれはね、仕方ありません。これ首脳陣のね評価なんでね。よしマツダスタジアムに帰ってきたぞ。今日から中日との3連戦だ。この3連戦何としても勝ち越して終わりたい。最低でも2勝だ。みんな力を貸してくれということでね、私は投げることはないんですけどね、どうなるんでしょうか。一応ね見ましょう。なんかすごいカープの野手の調子が良くなってきたな。これもしかしたら勝つかもしれない。負けちゃった。あー野村が負け越してるんだな。2連敗です。どうしましょう、負けちゃいました。さて、また広島です。私はまたあれなのか、ルナが調子がいい。私はまだ試合の行方を見守る立場です。これでいいのかな。どうなるんだろう。いやオールスターとか私プレイできるんですかね。選ばれてなかったら多分プレイもできないのかな。あ勝ちました勝ちました。連敗が止まった。さてまだもや広島です。で、中日戦ですよねこれね多分。よしこれ勝ち越しましょう。で、飛ばしてこっちのどの上は、こっちのどの上は兄の方、あれ弟だっけ。中日にいるのは兄。あ勝った勝った、勝ち越した、勝ち越した。これで勝った広島2連勝です。以上スピスポでした。やりました。勝ち越しの方のミッションね、クリアの方いたしました。エラーがねやっぱついちゃうんですよね。なんでなんでしょうね。で獲得した成長ポイントが20ポイントが振り分けられます。オッケーオッケー、いい感じですね。弟の方か、なるほど。休暇だ、試合がありません。なんかねあるんですかね。あれなんすかこれ、ガチャ。あ違う違う違う、あ久しぶりに寮に帰ってきた。これなんかあるんですかね。部屋に戻ると大量の、手紙が机の上に置かれていた。何なんでしょうか。手紙が置かれていたそうですよ。何なんだこれ、押してみましょう。いやわかりません。あこれはファンレターみたいですよ。ファンレター、ファンレターが届いてます。ちょっと待ってくださいよ。ファンレターイベントとかあるんですねこれ。で何ですか、ファンレターかな。そうなんですかね、どうなんでしょうか。で一軍に昇格するとここまで違うものなのか。いやそうですね、やっぱ私一応活躍は一応してることになってるんでしょうねこれね。一軍で自分自身二軍にいた時と何ら変わりはない。実力以上のものが出せているだけなのにな。いやさすが監督。いやそんなことないでしょう。いやえ神戸に注意しろ。いや一応ね私監督なんだかんだで一軍に上がってきて活躍はしてるんですけど、やっぱ実力以上のものが出してるとね、そういう風にやっぱ監督自身認識してるみたいですよ。うん。あこんばんはということでヨッシーさんいらっしゃいませ。少し周りの騒ぎ方に戸惑ってしまう。なるほど、まだまだってことですね。そうですよね、カープの2軍の方がエラーがね少なかったような気がしましたけどね。なんでなんでしょうか。うん、なんか見つけましたね。なんかありましたよ、なんかあったみたいですよ。机の、色鮮やかなファンレターの中に一通の、茶封筒を見つけた。
これ何ですか、茶封筒を見つけたみたいですけど、何なんでしょうか。差出人の名には江田島少年野球団と書かれていた。なんでそんなことになってるんですか。どうやら差出人の名は江田島少年野球団と書かれていた。自分が初めて野球を始めたリトルリーグのチームだ。なんですかこれは。誰かから来たんですか。ファンレターですかこれも。上げて読んでみましょう。ちょっとこれは何なんでしょうか。人気でそうな体格だ。背景、監督選手、お元気ですか。 お手紙を、差し上げるのは、夏の甲子園以来ですね、いかがお過ごしでしょうか。プロの生活には慣れましたか。手紙は江田島少年野球団の監督をしていらっしゃる清水監督からだった。手紙は、体調管理に気をつけること、突然一軍に昇格したことに驚いたことなどが書かれていた。そして手紙の最後はいつも通りこう締められていた。島のリトルリーグのチームの子たちはいつもことあるごとに監督選手の真似をしたがります。野球に関しては私などが教えられることはもうありません。子供たちの憧れるお手本の選手になってください。 DS 背番号29はうちのチームでは取り合いになっていますよ。憧れの選手か。頑張らないとな。いや皆さんこれですよ。皆さんやはりプロはねこうじゃないといけませんよ。というわけで、どうやら何かしらのあれなんでしょうね、これで頑張ってくれよっていうねメッセージが、皆さんが届いたということで、いやーちょっとね今以上に頑張らないといけないなと私思いましたよ。ということで471番さんいらっしゃいませ。頑張らないといけませんね。ということで寮の部屋で休みを取ったということでね、ちょっともうすぐ解雇になっちゃうんですか。ということで寮の部屋で休みを取って、疲労が8減り34になりました。というかあんまりダメでした。ということでスポーツニューススポースピ、スピスポの時間です。いよいよ明日オールスターゲーム、ファン投票の最終結果をご覧いただきましょう。結局私は選ばれてないみたいですけどね、今村選手、キラ選手、そよぎ選手などがね、一応ランクインしたみたいですね。というかあんまり皆さんダメでした。疲労減らないね。一応私頑張ってさっきの作ってきたんですけどね、あんまり、受けが良くなかったですね。残念です。まあ仕方ありません。明日から始まる夢の球宴本当に楽しみですね、ということでね。以上スピスポでした。じゃあね、これからオールスターですよね、確かね。オールスターゲームが開幕しました。今日は試合がありません。なんかありましっけ。よかったよ、運悪くなかった。いや一応ねさっきのイベントシーンはその私作ってみたんですけどダメでしたね。やっぱあんまりああいうことしたい方がいいのかな。まあいいや行きましょう。わかりました、頑張りましょう。でも休息しないとこれ疲労が回復できないんでちょっと休息しますね。寮の部屋で休みを取った。疲労が8減り22になった。オールスターに選ばれない程度の実力。こんばんは。主さんは広島ファンなのですか。そうですよ、広島カープのファンでございます。ということで492番さんいらっしゃいませ。今日は試合がありません。ちょっといいと思ったの俺だけかよ、しょぼーん。みたいですね。頑張って作ったんですけどね。憧れの選手現実矢印また炎上か。
そうですね、どうなるんでしょうか。これ休息取って一応回復はしてるみたいなんですけどね。で監督選手の話題またやらかしたのか。え、ちょっと待ってください。え、皆さん一応気づいてるんですよね。デナファンが失礼します。ということで、497番さんいらっしゃいませ。ということで、もちろん横浜ファンの方もうちのねリスナーさん、歓迎でございます。さっきのイベントシーン一応私全部自分で作ってきたんですけど、全然皆さん喜んでくれないんで、これはやめた方がいいってことなんですかね。ちょっとそこだけ確認したいんですね。あー、そういうことか。オチを作ってほしかったってこと。あー、皆さん高望みしすぎですよ。マジか。まあ、監督そうだったのか。なんこれプロスピマイライフ文章も。そうですよ、はい。ということで504番さんいらっしゃいませ。そうですよ、文章も自分で作っていきましたよ。どっちかわからんのか。いや違います、私がただ単に自分であのフォトショップで作っただけです。そうか、こういうのやめた方がいいのかな。どうなんだろうな。放置プレイでしたよね、もう皆さん。一人だけ乗ってくださった方いらっしゃいましたけど、まあいいや、行きましょう。ということで寮の部屋で休みを取ったということで、疲労が4ヘリ6まで回復しました。あれ作ったの。そうですよ、そうですよ、そうですよ。てか皆さん気づいてないのか。ということで515番さんいらっしゃいませ。うん、マジで、本当に、あると思った。いやもう皆さんがねスルーしすぎなんですよ、びっくりしました。ということでオールスターゲームが全て終了しました。休養期間を挟んで、ペナントレースは後半戦に突入しますということで、まあいいや仕方ありません。ということで皆さん、515番さんいらっしゃいませ。まあ2012とは結構変わってるそうですね。特にあのスタープレイヤーモードなんかはね、いろいろ補強されてるみたいです。まあでもそのイベントがないんで、まあパワープロみたいなことには、そんなことできるのか。監督気まじいだな、じゃなくて頑張ったな。監督このゲーム持ってない人に乗ってくれと言われても困るわ。ええんやで。いやいや、そうは言っても皆さん、いやだってプロスピですけど、あんなのあるわけないじゃないですか。パワープロじゃないんですから。ということでオールスターゲームが全て終了しましたということでね、後半戦ですね。調子の方上がってきたんでしょうか。あ、少しニコちゃんマークがね復活してきました。そんなリアルですですか。知らんわ。まあそういうのでもよかったんでね、会ってほしかったんですよ。なのに皆さんが言うことと言ったらね、あれでしたからね。ちょっと私あの後で自分でタイムシフト確認しますからね。もうタイムシフト後で確認しますからね。ちょっとね、皆さんがどういうコメントを残したのか。しません、あんなに盛り上がなかったシーンをアップするわけないでしょ。ということでワコ2ということで531番さんいらっしゃいませ。私一応いろいろ考えてきたんですよ、本当は。いや、いいんですよ別に。いや、何このイベントあるじゃんみたいなね、そういうテンションで来るのかなと思ってたんですよ。そしたら皆さんあれですからね、いや、まあマジで言ってるんですか。毎回空回りですからね、仕方ありません。あ、そうですか、それならよかったんですけど。あー、わかりました。はい、あ、そうですか、よろしくお願いします。初見の方ね、今日はちょっとプロ野球スピリットでね、あんまりこちらの作品ねイベントみたいなのがないんで、いやないんで、イベント自分でね自作自演で作ってね、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思って作ってみたんですが、皆さんがガチで無視するんでね、ちょっと私途中ぐらいで心が折れそうになりましたけどね。頑張って最後までね一応文章を読みましたよ。頑張ってね1時間ぐらいかけて作ったんでね。
まあいいでしょう、行きましょう。というかついに皆さん、こんなイベントがプロ野球スピリッツ2013のスターダムモードにあるなんて。だからそれは、いやもちろん女子アナ版もね、もう用意はしてますよ。皆さん楽しみにしといてください。うん、そうですね、ありがとうございます。カープのね、初のクライマックス出場ね、決まりましたんでしかも今日ね、巨人戦ですよ。楽しみですね。行きましょう。もうマジですよ、もう作ってますよ、もちろんですよ。監督巨人戦、いやじゃないとあんなの作れないですから。何十年ぶりの A クラス。そうですね、だから2000年95年からか。なので、18年ぶりぐらいか予約しないでください。行きましょう。まあ巨人ファンの方はね、多いと思うんでね。まあでもそれでも頑張っていきますよ。一回練習しておきましょう。いやだから感動するところじゃないですか。皆さんやっぱ笑いの方がいいんですね。わかりました。じゃあ次は笑いのやつをね、用意しておきますよ。あ、移動日だ。大人を男にしてしまう、どういうことだ、よくわからんぞ。まあクライマックスシリーズね、まあ出れ、本当にね、まあ、今年出れなかったらやばいですからね。そうですね、後半の開幕投手はね、だいぶ期待はされてるみたいですね。とりあえず調子はね、マックスにしときました。さて来ましたよ、東京です。しかも今回は神宮じゃなく東京ドームだ。来ました。よし、東京ドームへ乗り込んできたぞ。今日の相手は巨人だ。阿部が最近大好調と聞いている。徹底マークで封じ込めるのだ。では今日のオーダーを発表しておこう。今日の先発はお前に任せたぞ。そうだな、今日の試合4失点までに抑えてくれれば俺の中では、ああなるほど、4失点以内頑張りましょう。一応セーブしておきましょうね。だからそれはあれなんですよ、あのカープ仕様なんですよ、ローソンね。私もそこ行ったことありますけどね、別に中身は普通のローソンと変わりませんでしたけどね。行きましょう。いやもう少しね、本当は、まあ、さっきの話じゃないですけど、今日本当は皆さんがこう、あのさっき牧原のりゆきさんのね、あそうなんだ、あの遠く遠くっていうね曲があったんで。そうですよ、プレステ3版ですよ。だから皆さん、なぜ急に巨人なんで皆さん急に巨人ファンっぽいこと言ってるんですか。巨人ファンなんていませんよ、この放送にね。頑張りましょう。よし、ちょっと服を脱いで。乙女村田を男村田にしたってことじゃない、本気出します。感動したわ。乙女村田を男村田にしたってことじゃない。あ、そういうことなんだ、わかりました。あ、そういうことか、なるほど、私が打たしてってことですか。そんなことないです。皆さん見てください、セコム入ってますか。いや、いいんですよ、皆さんね、いろんな、野球ファンの方がね、こちらの放送に集まってああだこうだ言ってくださればそれでいいんです。いきましょう、絶対勝ちますよ。よし、先発として試合を作ってくれ、期待してるぞ。いきますよ。ちょっとね、私あのいろいろわからない言葉があるんで、説明してほしい言葉があるんですけど、いいでしょうか。すいません、できるだけね、あのチナでってどういうことなんですか。あと PSP、 あ PSP バージョンやってる方もいらっしゃるんですね。こちらが私、監督でございます。先ほどね、こちらの放送に遊びに来られた方もいらっしゃるようなんで、説明の方しておきます。一応高卒のルーキーですよ。いきます。村田って昔巨人にいた村田ですか。そうですね、あそうなんですね。まあじゃあね、宿敵巨人を倒しましょう。いきます。まずは中井が来た。中井誰だそいつ、知らんぞ、まずい。いや調子が悪いんじゃないのかないやそういうこと言わない。そうですね、横浜ファンの方も多いんですね。なるほど、よし、これは落ちないだろ。
大勝負局。どんな投げ方だよ。いやいや、これ村田兆治ですよ。あー、そうなんですよね。あー、皆さんは、あー、そうなんですね、ベイスターズファンが多いんですね。よし、行きましょう。で、ワンアウトにしています。とりあえずこいつはいけそうですね。亀井が出てきましたよ。同じ神奈川生まれのデファンデファンス。インサイド外れます。あー、そうなんだ、すごいですね。私がカーブの、まあでもカーブ応援したくなるもんだと思うんですけどね。まあでもやっぱ親とかね、多分親とかその兄弟とかが、そうですよ、村田兆治のですよ、マザカリですよ。ということで591番さんいらっしゃいません。あー、でもなんかこの投げ方ってこう頑張ってる感があっていいですよね。そうですよね、やっぱ兄弟とか親がね、他のチームのファンだったらやっぱしあのカープ地元のチームじゃないチーム応援したくなる人もね多分いると思いますよ。そうなんだ、すごいな。ということで初見ですということで、596番さんいらっしゃいません。まあ残り時間ね20分程度なんですけど、ちょっとね一緒にね、こちらのプロ野球スピリッツ2013の方ね楽しんでいきましょう。厳しいところに決まりました、ストライクです。いやいや、大丈夫だ、俺は愛知生まれのヤクルト。いや、そうですよ、全然いいと思いますよ、地元じゃないチームのね応援しても、うん。まあだけどその何ですかね、やっぱ地元の方がこう一緒に話せるじゃないですか、周りの人とね。やばい、切れていきます、危ない、びっくりした。いや意外にね最近カットボールがね決まってくるんですよね。これ使おう。オッケー、ナイスだ。よし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 、一回をねノーヒットで抑えました。いきましょう。ちょっとね今日は東京ドームなんでね、私もちょっとねここで活躍しないとね、どこで活躍するんだっていう感じでね頑張っていきたいと思います。うん、やっぱ村田兆治の打ち方投げ方いいと思うんですけどね。あれ、ジャイアンツの攻撃になります。え、もう終わったの？バッターボックス、阿部。いや、カット意外に使えるようになってきましたよ。ということで、602番さんいらっしゃいませ。尾形浩一が好き。尾形浩一ってあの尾形かな？今のは反応できませんでした。どっち？ストライクです。尾形ってあのカープにもいますよね。そっちの方ですかね。すいません。あと巨人にも尾形っていませんでしたっけ。確か。でも違う球団のファン同士の方が意外と話盛り上がるぞ。あー、やっぱそうなんですかね。やっぱ同じチームのファンだとどうしてもこう選手に思い入れがあるからね、その選手を否定されたらちょっと喧嘩になっちゃうみたいなこともありそうですもんね。とりあえず一球外しましょう。 OK、 広島の方か。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。そうなんですね。まあ私はね翔太が好きでしたよ、小さい頃はね。懐かしいです。で最後はチェンジアップで三振。俺は津田が好き、ペイペペペイペイ。うわ、マジか、見てきたか。津田が好きなのか。あ、そうなんだ、それで見分けるんだ。笹岡も、まあ、ミスター赤ヘル、まあ、あれミスター赤ヘルって今言わないのかな。笹岡は私の中ではミスター赤ヘルなんですけどね、小さい子がずっと投げてましたからね。わ、マジか。そうですね、字が違うみたいですね。ちょっとあれを見てくるのこいつ、ストレート、さすが阿部。仕方ない。いやでもここ変化球で逃げるか、仕方ない、これで逃げよう。うわー、頼む。弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました、ワンアウトです。うん、まあそうみたいですね。結構私もね九州あのいろんな県に友達いますけど、でも福岡の方しかホークスすごい応援しませんよね。他の県の方基本巨人応援してますよね。うん。いやそんなことしません。さてロベスが出てきましたよ。うん、まあ宮崎キャンプとかね巨人はやってるからなんでしょうね。うん、まあでもだからねカープファンの方もいらっしゃいますよね時々ね。はい、いやビビってますけどね、まあ、頑張りましょう。ここでねアウトコース高めのカットボール、 OK、 頼むよ堂林。
よしよしよし。さてじゃあ次は村田ですよ。まあでもこう見ると最近の巨人はあれですよね、ほとんどが選手が、インサイド落ちました。あ大丈夫か、よかったよかった。最後はセンターフライ。ほとんどの選手が、あのなんていうんですかね、他のチームから無理やり連れてこられた選手が少なくなってきましたよね。一時ほとんどの選手が、あの他の球団から来た選手だった時ありましたけど。ということで石原がねついに来ましたよ。打席には1番バッター石原。そよぎがね頑張ってますけどね。一時は本当にほとんどの選手が石原軍団関係ない、別にね炊き出しも出せませんから。そうですね、懐かしいですねその時代もね。そうですね、やっぱ雑談しながらの方がいいんですよね基本ね。逆にこうコメントがないときに頑張った方がなんかちょっと何話していいんだろうみたいな。そうなんですね。この打席送りバントのサインもあるぞということで、わかりました、言いましょう。ちょっと待って、送りバントのサインもあるらしいですよ。一応私3割バッターなんでね、まあホームラン打っていきたいと思うんですけどね、狙ってね。ちょっと荒れ玉が多いそうなんで、とりあえず様子見しようかな。イスインヨップ、バッターは9番カン。いやバント出てない、いきますよ。さあここは送ってくるでしょうか。初球ボール、いやもうすぐ待ちましょう、もうすぐ待ちましょう。バントはまだですよ。628番さんいらっしゃいません、わかりました、大丈夫。バント一塁牽制球、3割ですよ私。一塁は間に合いません、バント、わかりました、バントの構えだけしましょう。じゃあやばい、バント私初めてなんですよ、ちょっと待ってくださいよ。そう簡単にバントできるわけじゃないんでね、頑張りますけどね。いきますよ、はいはい、送ります。やばいよこれ、バントできない、もう打っちゃえ、打ちました。いやセカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。無理無理ですよ、もうゴミクズ言わない、バントできないんすよ。ということで647番さんいらっしゃいませ。いや、すいませんでした。まあ仕方ありません。3回の裏、頑張ってるんですけどね。さて、どうやら次はちょっと待てよ。わかりました、わかりました、そうしますよ。もうバント難しいな。いや私も目を覚えましたよ、ちょっとインコースカロリ、そうですよ、ボーカーですよ、いきます。で一球ちょっとカットボールで低め、あ見てきました。そんなに罰金あるんだ、ちょっと待ってくださいよ。で次はで、すいません、チェンジアップ。いやこれがいいんですよ、わかりました、バント練習しておきます。あランクインの方させていただきありがとうございます、言います。これで決まりでしょう、 OK。 あ何うっそ、あれカットしてくるのこいつ、仕方ない、全力でインロー攻める、おりゃ、うわあれを打ってくるのか、ファースト取って自らベースを踏んでいます。たとえ満塁サインして、あそうなんだ、結局その絶対にサインは無視しちゃいけないんですね、わかりました。蝶野来ましたよ、顔あんま似てねえな蝶野、まあいいや行きましょう。インロー、オッケー、ナイスボール、ストライクです。でスラーブアウトコース、オッケー、これを振ってくれるとは。そうですね、蝶野なんか調子悪いみたいですね、変化球にねタイミング合ってませんから、ここでね決めましょう。これで決まりますよ多分、うわマジか。アウトコースのチェンジアップで、そうですね、と高めのインハイで
よいしょ。おお、すいません。すいません。消えました。蝶野が画面から消えました。ちょっと待ってくださいよ。これでいけるでしょう。インロー。オッケー、もう腰が泳いでますよ。いや、蝶野さん残念でした。三振です。いい感じ、いい感じ。今日はいい感じですよ。調子がいいからでしょうね、多分ね。2アウトランナー、やばい。ホールトも調子がいいじゃないか。いきます。ああ、マジか。カットボールで振らせましょう。いい感じですよ。今日はすごいいい感じ。どんどんね、三振の山を築いていきましょう。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクで、ストレート高め。え？高め打ちました。これね、一応リスナーさんと一緒にね、これを最初やり始めた時にね、皆さんでどういうキャラクターにしようかみたいなことを話してたんですよ。オッケー、最高です。スリーアウトチェンジで、皆さんがね、なんかこう最初私かっこいい感じの選手にしようと思ってたんですけど、なんかこれじゃ全然親しみが湧かないって言われちゃったんで、こういう感じのキャラクターにしました。打ち方とかね、投げ方とかはね、なんか見ててこれやっぱこれで三振取ったら気持ちいいだろうなとかね、これでホームラン打ってくれたら楽しいなみたいな、そういったフォームの方ね、選ばさせていただきました。背番号はね、なんか肉をねすごい好きなリスナーさんがいて、そうですよ、結構今のところいい感じです。まあ完全試合といってもまだ4回ですけどね。肉好きの方がね、29番にしてくれって言われたんで、いや、その話はまだ出てませんよ。アフリカの話じゃありません。今日はプロ野球スピリッツの話ですよ。さて、これで三振でしょう。あ、三振じゃない、これで振ってくれるでしょう、この人は。うっそ、当ててきやがった。オッケーオッケーオッケー、ナイス菊池、さすが守備範囲が広い。いやいや、そしたらニック選手になっちゃう。ニックいますからね。最初の座席は三振に倒れました。オッケーオッケー、亀井だ。今日はエラーないですよ。よし、ナイスボール。これが決まると楽なんですよね。アウトコース、ボール球から入るボール。オッケー、打ちました。ニックニックにしてやんよとか、そういう話じゃないんですよ。ニックいますからね、実際リアルに。さて、坂本選手です。坂本、どうしましょう。でもニックとかいう名前だったら世界のセカンドゴロ、どういうことだ。いきます。坂本もね、調子乗らすとまずいんでね。で、こうして、で、ここで、スラーブ、これをね、振るんでね、アホみたいにね。あ、振らない。見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。あ、そうなんだ、そういうネタがあるんだ。で、はい、残念。いや、今日これ完全試合いくかもしれない。え、完全試合してる？完全試合来るかもしれませんよ。私調子がいいです。今日はやばい、あと9分しかない。まずいまずい、そっちがまずい、時間がまずい。頼むぞ、打ってくれ。2球目打ちました。うん、煽りませんよ。サードが構えます。2アウト、よし、ホームラン行きましょう。ホームラン、ドームラン、ドームラン出しますよ。行きます。さっきはね、あまりにもひどいことになってしまったんで、もったいないですからね。行きます、打ちますよ。3割バッター、行きますよ。はい、来い。よいしょ、引っ張った。一塁アウトで、すぐ終わる。打席がすぐ終わる。なんですぐ終わるのこれ、いつも私の打席すぐ終わっちゃうんですけど。すいませんでした。あれ、結構頑張5回の裏ジャイアンツの攻撃。あ、そうなのか。バッターは4番阿部。あー、まずいな。ピッチャーは1人のランナーも出していません。パーフェクトピッチャー、引っ張った。オッケーオッケーオッケー。菊池の守備範囲の広さ、いやー、ちょっとね、頑張ってるんですけどね。なんかね、私が投げるといつもね、バッターがね、打ってくれないんですよね。なんでなんだろう。オッケー、落ちました。高いバウンド、ピッチャーゴロ。危ない危ない危ない。そうですよ、種田の打ち方ですよ。正解です、さすがですね。バッターボックス、ちょっと今
ツーアウトになっています。無援護なんですよ。言いましょう。ちょっと今ねちょっとどうやって守備をボールを処理すればいいかわからなくなってちょっと焦りましたけど、いやありえるんですかね。アンサー嫌われてるからとか言わない、悲しくなっちゃう。これを引っ掛けてもらおう。破天荒だね。あのね多分ね結構このあのこのね、え3球目、よしよしよし。なんかやっぱ巨人がその新人の選手ね、初対戦の選手に弱いっていうのをねちゃんと再現してるのかもしれませんね今のところ。あいいですよ、1点入りました、1点入りました。よしよし、ホームランじゃないか、急に1点入ったんでね。あと7分で終わるんだろうか。完全試合になっちゃったらどうしよう。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。はい、ということで698番さんいらっしゃいませ。これ完全試合ありえますよ。これ6回の裏7番から始まる、はい、延長はまだ分かりません。ちょっと待てよ、バッターボックスには3分まで待ってください。3分までそんなことない、頑張ります。打たれないように頑張ります。オッケー、ナイス。スライダーにバットが出ます。まあ、球数もそれほど多くありません。よし、これ落としていこう。フルスイングしました。おお、菊池菊池やりました、菊池やりましたよ。ちょっと待って、8番バッター長野、最初の打席は三振に倒れました。いや違いますよ。あれなんで、いやなんでそういうこと言うんですか。ちょ延長しますよ。じゃあ皆さんがそういうことばっか言うんでね、延長しますよ。私延長しないでギリで1分上がったからな。うん、ちょっと待ってよ。やったー、これでいいんじゃない。延長、延長いけた、わら完結。あ、いけたいけた。あの表示出てませんけどね、いけましたよ。いきます。チケット、チケットでこの前2000円交付してもらったんで、それでいきました。ボールがコーナーに決まります。ありがとうございます。延長との方がね終了しましたよ。よし、残り30分あるんでね、時間を使っていきましょう。ブルジュア監督、いきますよ。いや緊張するな。長野は調子が悪いんでなんとかなると思うんですけどね。いきましょう。インコースのボール球が引っ張った。 OK、 頼むぞ堂林。何、危ない危ない、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。危ない危ない、堂林危ない。マジでもう三振だこれ。もうバックアップにはちょっと任せられないぞ。あ危なかった。西さん、この場面いかがご覧いただきますか。危ない危ない。ということで719番さんいらっしゃいませ。いや普通ね完全試合するときってこうなんていうんですかね、こう後ろの、ね、外野の内野とか外野の、ね、守備陣がフォローしてくれて、私あの頑張れましたみたいなことね。マウンドは先発ピッチャー、危なかった危なかったいやさすがですよ。いや私だったら絶対完全試合かかった試合だったら、野村だったら絶対、野村監督だったらね、自分がねあの絶対に変えますよ人ね。ということで12位の方にランクインさせていただきありがとうございます。いきましょう。緊張するな、緊張してきた。ズバッと頼むよ。お、菊池、菊池菊池は本当にいいやつだ、菊池は本当にいいやつだ。いやこれ菊池ファンになりますね、これやってたらね絶対ね。そうですね、堂林はちょっとね期待できませんけどね、守備に関してはね仕方ありません。まあホームラン打ってくれるんでね。見逃し三振、この回結局3人で攻撃を終えています。今のシーン何のためにあったんですか。今の試合何のためにあったんですか。ちょっと待ってください、今のシーンは何のために私見たんですか。腹が立ちます。行きましょう。石原が三振見逃し三振するとこ見せられただけですかね。まあいいでしょう、行きましょう。ラッキーセブンということで、ここはちょっとね守備の方頑張ってもらわないといけないかもしれません。行きます。小宮山さん、鳥のランナーも出さないまま7回を迎えます。あんまり言わないでくださいよ。あんまり言わないでください。これはね、ここまで来て意識しない方がおかしいですよ。どこ
そうですよ、パーフェクトですよ。続くんでしょうか。行きますよ、行きますよ。そうですね、確かにその通りですね。これボール球なんで振ってくるでしょう。うわー、マジか。意識しようか。守備は洗い場やな。いや、意識したらまずいんですよ。意識するとまずい。やばい。これは外れました。はい、ということでミュウさんいらっしゃいませ。今日ね、もう30分延長済みですよ。いや、そんなことないですよ。頑張りましょう。チェンジアップ。今日はね、あと30分あります。うわー！ライトに大きな打球。あー！下がっていく。完全試合終了。完全試合終了のお知らせ。しかもツーベース。うわ、マジか。いや、ここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。いやー、これ甘い球じゃなかったのにな。全然来ましたじゃないですよ。ちくしょう、こいつ腹立つな。マウンドの先発ピッチ。危ない危ない。ちょっと。一球牽制球。二塁タッチも。わかりました。ちょっととりあえず時間を置きましょう。ちょっと私緊張してね、よくやられるんだね。ちょっとまず間を取りましょう。間を取りましょう。間を取ってから行きましょう。しつこく牽制を入れます。二塁タッチも。よし。いきます。ああ。ああ。まず。下落ちた。ああ。ボールは中継。ああ。マジか。同点に追いつきましたジャイアンツ。ご覧いただきましょう。まずいまずいまずい。ツーベースヒット、タイムリーになっています。これはひどい。あ、変えられちゃいました。終わりました。あ、マジか。また私勝敗つかない感じですね。あ、負けました。ということで。巨人戦に負けてしまいました。終了のお知らせということでね、751番さんいらっしゃいませ。終わっちゃいましたね。せっかく頑張ったのにな。大敗戦となってしまいました。先輩扱いされてるかもしれませんね。結構いい感じだったんですけどね。ほんとそうですよ。せっかく延長したのにもう見どころ終わっちゃいましたよ。さて、西村、くそだ、あいつめ、腹立つな。もう西村もね、巨人取られちゃいましたからね、腹が立ちます。まあ、しかし、まあ西村はね、まあ、一応、なんていうんですかね、もともと巨人第一志望だったんで、まあ仕方ないといえば仕方ないんですけどね。どうしよう、これ。今日の間は、今日なんかいいとこなしですね。まあ仕方ないといえば仕方ないんですけどね。もう少しいい感じでいけるかと思ったんですけどね。今日はじゃああと1試合ぐらいやってね、もうあのもし放送時間がね、終わったと、あ、じゃなくて放送時間が残り少しあったとしてもね、枠の方ね閉じます。ちょっとね、いやーちょっと悲しいな。連敗の流れどうしよう。まあでも3位か。能力上げとこう。で、これ上げて。あ、ありがとうございます。だいぶ盛り上がったんですけどね。もう少し活躍できたらよかったな。スタミナ、これ上げといて。で、いや、そんなことないでしょう。あのイベント、評価低いんですか、あれ。結構頑張って作ったんですけどね。で、セーブしておいて。あ、というか今3位なんですね。3位ってことは、今2位がどこのチームなんだ ?2 位、ヤクルトかな。さっき見たときはヤクルトだったんですよね、確かね、2位がね。で、1位が巨人ですよね。で、そうなんですか。ちょっと見てみましょう。マジック40、もう40か。
ゲーム差が一応ヤクルトとは2位なんで、そうですね、その通りですね。そうですね、まあ大竹は本当にすごいですよね。で、いや本当に正論ですけどね、皆さんね。次の試合に登板して、今日はちょっとまずいな、3連敗調子が悪い、しかも直接対決で負けてるんでね、これは良くないですね、流れがね。今日はヤクルトの3連戦2戦目だ。ミレッジが最近打撃が好調。焼き鳥どうぞ。私は、あ、ありがとうございます焼き鳥ね。次は横浜ベイスターズ戦で、次、あれですよ、あの次、あ、わかりました、ちょっと見てみましょう。というわけで768番さんいらっしゃいませ。楽天が優勝1位なんじゃないですかね、どうなんでしょう。ゲームでもラム、楽天が1位なんじゃないかな。だって今実際楽天、その何ですかね、チームの力がそのまま出て1位だと思いますからね、正直ね。やっぱ守備陣が急に安定したのがすごいね、今までとの違いなんじゃないでしょうかね。ゲームは鬼が強いよね、現実は非常である。あそうですね、まあ、今はこんな感じですね。楽天が1位で、2位がソフトバンク、3位がオリックス、4位がロッテ、日ハム、西武ですね。まあ全然ありえなくはない感じですよね、正直なところね。まあオリックスはちょっと上かな、順位が上になってるかなみたいな感じですよね。まあでもオリックスもなんだかんだで、まあ、ピッチャーもいい選手いますからね。セッツとかオリックスじゃなかったっけ、違ったっけな。まあ、楽天はまあね、実際強いんで、今ね、チームの事情がね、そうですね、まあそんなもんだと思いますよ。巨人、まあヤクルト2位は、セッツソフトか、オリックス、誰だったっけな、いい選手1人いますよね、ピッチャーで。でも1人ぐらいしか思いつかないな。ヤクルト、まあヤクルトは怪我人が今年出たんで、あ、金子かな、あ、金子だ。まあヤクルトは怪我人が出たから、まあ今年は仕方ないとして、そうですね、金子さんみたいですね。まあ阪神、まあなあ、阪神はまあ今年2位なのがむしろすごいと言わざるを得ないですよね。頑張りましたよね。もう少し、まあ、ちょっと中盤でね、どうしてもセリーグのチームはね、パリーグに負けちゃうんで、そこは仕方ないといえば仕方ないんですけどね。それバッターでしょ、バルディリスって。え、バルディリスってバッターですよね。あれ違ったっけ、バルディリス。オリックスのバッターですよね。あれ違った、あーそうですね、メッセンジャーのおかげでしょうかね。バッターです、まあですよね、合ってますよね。まあなんかでも大竹とかね、やっぱ知ってる選手が復活してくると嬉しいですよね。長川まあいいや、長川のことについては何も言いません、私は何も言いません。で一回休息取って、一回調子上げよう。なんなんでしょうね。てか抑えのピッチャーっているじゃないですか。まあ、その抑えのピッチャーって今誰が一番いいんですかね。どうなんだろう、皆さんどう思いますか。まあ、先発のピッチャー言い出したらやっぱマー君が一番ってことになっちゃうと思うんですけど、今はね、プロ野球日本球界ではね、抑えのピッチャーでいい選手って誰がいますかね。で試合マイケンだ、皆さんは誰がいいと思います。抑えのピッチャーで一番いいピッチャー、あ、勝ってる勝ってる。さっきベイスターズファンの方が、あ、2位に浮上した、2位に浮上した、あ、武田久志か、あー、なるほど。確かにいいかもしれないな、岩瀬。
まだ岩瀬、あ岩瀬、まあ、大魔神古いな。西村か、そうか、西村が出るんだここで。ということで792番さんいらっしゃいませ。うちの捜査、捜査知らないな、捜査って誰だ。野原家、俺も岩瀬、今年は西村かな。ああ、なるほどね。まあ西村の名前が出てくるんですね。まあ、長継ぎで頑張ってましたしね。一時ね。まあ、やばい。なんで。まあいや、次は。ちょっと皆さん、そうなんですよね。今年ちょっと抑えで豊作だったわけじゃないですよね、実際ね。やっぱそうなると西村になっちゃうんですね。マリアのリベラ、一応ね、広陵出身なんですけどね、西村選手ね、広島出身なんで、そういえばちょっと皆さん見てください。先ほどね、ベイスターズファンの方がいろいろあのこちらの放送に遊びに来てこられ来てくださってたんですけど、私の対戦相手ピッチャー、ピッチャー見て見てください。私の投げ合う相手、どこぞのチームのエースさんじゃないですか、これ。ちょっと投げ合いが見られるかもしれませんよ。ちょっと、皆さん、これ結構楽しいんじゃないですか。浜野番長と、監督の投げ合いということでね、ちょっと楽しみなんじゃないですか。いや、私、三浦選手嫌いじゃないですよ。浜野番長ですよ。行きましょう。いや、なんか、なんなんでしょうね。なんか、去年かな、去年、今年はそんなことないんですけど、去年までね、打ち上げ花火重発は出るな、そんなこと言わないでください。去年、そうですね、去年ね、急にベテラン勢がね、調子を上げましたけどね、まあ、今年はちょっとそういうことなくなっちゃったんですけど、なんか、ボール、公式ボールの変更がね、そのベテラン勢の活躍をね、援護したみたいなことを言ってましたよ、確かね。実際、その通りだと思いましたけどね、打てないボール、ノリに打たれる、そうですよね、統一球のおかげなんですよね、多分ね。やっぱコースをね、うまくつくピッチングをできるベテラン勢がね、急にその公式球っていうか統一球が変わったんで、中村のりさんです。だいぶ良くなりましたけどね。 DeNA ベイスターズの攻撃です。ということで中村のりさんですというかね、まあちょっと楽しみですね。いきましょう。まあでもなんかボールいろいろあったみたいですけどね、よしみということでね、怪我しちゃったんですよね。非常にいいピッチャーだと思うんですけどね。1球目は空振りです。まあね、そうなのかもしれませんけど、行きましょう。まあ、とりあえずこの今回は本気でいきます。ボールになります。このストレートかな、でカットボールを使う。口は潰された。外に決まりました。あー、なるほどな。梶谷、誰だ梶谷。木口はわかるけどな、梶谷誰だ。ちょっと待てよ、すいませんね、ちょっとね、私も全ての選手を把握してるわけじゃないってのと、あんまりあのカープ以外のチームはあんまりよく知らないんですよね。あれ、何か書いてある、矢印か、富士、4、3、今、勝ち。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。あ、そうなんだ。蝶々が大好きな、どこの、蝶々が大好き。今のは反応できませんでした。よくわからん、ちょっと待ってくださいよ。何のネタなんだろうな。ちょっといろいろやっぱ、あ、そうなんだ。そうみたいですよ、山崎さん2番みたいですよ。 OK、 いい感じ、いい感じ。2球で追い込んできました。蝶々はキング、わかりました。消えたセカンドですね、了解です。で、ストレート、これで三振でしょう。はい。ボールになります。あ、リベラ引退するんだ。そうなんだ。ちょっと待ってください。このボールを振らせましょう。OK。完璧。ナイスピッチ。あれ？ツーアウトランナーありません。
絹笠選手、それいつの時代ですか。はい、というわけでね、633番さんありがとうございました。まあ、引き続きこの試合だけね、今日はプレーして、放送の方ね閉じていこうと思うんで、頑張ってこのか、この試合はね完全試合をね目指して頑張ります。インサイド見送っています。で、スラブ完全試合したいですね。おやすってことね、皆さんねちゃんと挨拶できてて素晴らしいですね。行きましょう。で、最後はスローチェンジアップ、これで決めましょう。沈む球、おお、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランです。ベイスターズ初回いきなり先制弾を浴びました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。モーガン最高や、我々、ああ知ってた。打席には5番バッターブラウト。ああ辛い辛いよ。何今の。守備陣はね、引っ張ることを警戒した方がいいですね。あ、そうなんだ。楽天、あ、ネットか。そうかそうか。通販のことか、楽天って。スライダー決まっています。どうしよう。追い込まれました。いやこれね、チェンジアップね、最近打たれるようになってきたんですよね、ちょっとね。引っ張った。一塁アウトで、オッケーオッケーオッケー、チェンジです。ちょっとね考えないといけないですね。まあ仕方ない、一点は仕方ない。監督さん、クトさん、オッケー。トニープラッシュって知ってます？トニープラッシュ、トニープラッシュって誰だ。わからん、すいません。わかんないんですよね。皆さん結構、多分結構ね、皆さんが普通に知ってることを私知らなかったりするんで。あ、っていうかノリ来ましたよ皆さん。さっきノリ応援してる方いらっしゃいましたけど、行きましょう。で、一旦インコース攻めよう。厳しいところに決まりました。オッケー、ナイス。ストライクです。ノリはやっぱストレート系がいいかな、やっぱあんまり。やっぱ変化球にね強いイメージがあるんで、ね、質が違いますからね。いや、辰川さんね、最近ちょっとどんな感じなんですかね。よいしょ。外に逃げて、 やっぱ辰川ってまあ面白い選手でしたよね。まあそのキャッチャーとしても一流っちゃ一流ですからね、本当にね。まああんまりその打撃の方はちょっとイマイチだったかもしれないですけど、でやっぱストレートでしょ。ノリはストレート外れました。でも辰川が現役時代に多分広島市民球場に見に行った記憶があるんですよね、なんとなく。懐かしいですね。ノリは一応三振と抑えましたよ。行きましょう。で、インコース攻めて、オッケーオッケー。で、スラーブ、チェンジアップを少なめにしよう。スライダー決まってストライク、2球で追い込んでいます。これ打てないでしょ。同じ球でいきましょう。うわ、打ってきた。打ちました。マジか。アウト、ツーアウト。オッケーオッケー。落ち着いて落ち着いて。ヒット1本に抑えよう。ツーアウト。次は荒波です。あ、これ振ってこないのか。ねえ、マジか、外れちゃった。ボール先行です。一応スラーブ投げておきましょうね。これ待ってんのかな。これ待ってんだ。スライダー待ってるならストレートでインコース攻め、これがね絶対効きますから。うい、で、あとは、チェンジアップで落とす球でここで振らせましょう。うわ、よく振ったな今。で、最後は詰まらせる球を打たせるためにこれ。ああ、マジか。そうですよ、基本的に辰川さんは広島、カープ B 期ですよね。それはそうでしょう。もともと広島選手ですからね。結構皆さん、解説とかでひいきとかしてたら言いますよね。だけどね、まあそれいいと思うんですけどね。なんか野球だったら、なんとなくそんな気がしますしね。あと地元局とかもあるんでね。
まあ、やっぱしその NHK とかでそういう悲劇のある解説されるとちょっとイラッとしますけど、地元の地方局だったらいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。打ちました、入れました、ファールボール。まあね、まあ、広島の試合自体あんまり見れないですからね、正直なのもね。あの広島ですらね、あの広島カープの試合全試合を別に放送してませんからね。なんかそんな気がしますけどね。ジェイスも契約しろ、そこまでしないといけないんですか。行きましょう。ツーアウトランナー一塁です。いきなり牽制セーフ。いやそんなことないと思いますよ、まあその店によるんじゃないですかね。あやばい、初球空振りです。シュートだ。あーそういうことか。まあ好みがねあるならね、まあしゃあないって言ったらしゃあないですけど。でどこだ、しゃいった、2球目センターに強い打球、行ったんじゃない。マジか。あーちょっと打撃力アップさせましょう。ちょっとこれじゃダメだ、これじゃ援護ができない。せっかく当ててもね。3回に入ります、ベイスターズの攻撃になります。打席には、あーそうなんだ、小宮山さん、ここまでの両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか。まあどうでしょうね、ちょっとなんかフラフラしてるような感じの投球内容には見えますよね。そうですか、この後どのように修正してくるんでしょうか。この球は外れています。あーそういうことか。まあタックルか、どうなんですかね。あの捕手に対してのタックルってどこまで OK でどこからがダメなのかって、まあ決まりはないわけですからね。まあ難しいですよね。あれってもともとはその一応その突っ込んでくるわけじゃないですか。あれってどうなんでしょうね。その一塁送球アウト、ワンアウトです。一応選手の中ではここまでは OK で、これ以上ここでこうやったらいけないみたいな決まりはあるんですかね。やっぱしまあ、ないとひどいことにもなりますもんね。あ、三浦ですよ。三浦には打たれないでしょ、さすがに。勢いのあるストレート。いや意外にちゃんと振ってくきますね。あーそうなんだ。あーうわうまい、チェンジアップを打つのがうまい。オッケー、バットに当たりません、三振。よしよしよし、一応まあ1点取られちゃいましたけどね、それ以外はいい感じですよ。三振に倒れました。まあなんかね、あのそういえば今日まあ一応ね、あのま楽天が優勝したんで楽天の話しますけど、ああなるほどね。楽天の話しましょう。あのね、あのマー君今年すごい活躍したじゃないですか。でなんかマー君についていろいろね、その調べてる方がいらっしゃって、変化球、これは神です。なんか去年よりも実はマー君自体の投球内容っていうのは悪いらしいんですよね。なのに勝てるんですよね。そこら辺がね面白いですよね、野球のね。これは大きく外れています。ミッションはあれだけどねそうですね、ミッションはあれですけどね。そうなんですよね、スプリットをね対応してるっていうのと、あとその今までと違ってこうギアチェンジみたいなことをしてくるらしいんですよ、マー君自体はね。フルカウントとなりました。でここで決めましょう。そうなんですよ。いや違いますよ、あのマー君ね、あの今年その去年と比べて何が良くなったかっていうと、そのやばい、あよく見極めました、フォアボールです。やっちゃった。ツーアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。やっちゃった、やばいやばい。ツーアウトランナー一塁です。一応そのストレート、フォアボールを出すまでのにストライク、違う違う違う、
フォアボールを出す、ん？なんだ？アウト分のフォアボールか。アウト分のフォアボールもなんか結構去年よりも悪いらしいんですよ。フォアボールの数多いらしいんですよ。で、あと何でしたっけ、被安打数とかも全部去年よりも悪いらしいんですけど、その やりますよ。絶対説明投手は今度ね、今やってるソフトをクリアしたら、やろうと思ってますよ。ということでワコツです。1軍ということでね、882番さんいらっしゃいませ。今日ね、ちょっとね、こちら1軍のプレーをやってるんですけど、今日ね、いいところの足なんですよね。それがちょっとね、残念です。ベイスターズ打順よくクリーンナップから始まります。バッターボックスモーガン、一応頑張ってるつもりなんですけどね、高卒ルーキーとして頑張ってます。初球から力いっぱい投げ込んできます。頑張ります。あと5分しかないんですよね。まだ足りなくなりそうですね。わかりました。打ちました。ピッチャーゴロです。こいつ投げるの遅いんだよな。アウト、ワンアウトです。ということでコミュニティの登録ね、ありがとうございます。行きましょう。時間がないということで、まずは先頭バッターを打ち取っています。ブランコやばいっすね。ブランコ、ブランコ105点って105点、打点105点になってますよ。すごいっすよ。甘い球をあっさりと見逃しました。これ何かボール待ってんな。マー君と同じぐらい。あ、ストレート待ちだったか。ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ます。あ、そうか。まあやっぱリプレイでご覧いただきましょう。バックアップ陣がね、ブランコセンター前、センター返しされちゃいました。ピッチャー返しされちゃいました。打ちました。オッケー。二塁アウト。ナイス。一塁転送はアウト。ダブルプレー。いい感じです、いい感じです。そうですね、まあやっぱ先発陣系の選手はどうしても援護がないと勝てないんでね。今年、まあしかも守備陣がすごいいいですもんね。うん、なんか一番違うのは、まあ打つ方もそうなんですけど、守備陣が違いますよね、やっぱしね。やっぱエラーがやっぱどうしても多かったですからね。一塁蹴って二塁に向かう。お、これ。あ、これ私のバットで、私のバットで勝ち越しましょう。非常に速い打球。来ましたよ、私の番です。チャンス来ましたよ。4回の裏。これでヒット打って勝ちましょう。来ました、監督できましたよ。やった、やっとチャンスで私の番だ。いきます。ちょっと待てよ、ガチでいきますよ。三浦なんでね、変化球が多いですけどね、頑張ります。何これ、緩い変化球、まずは見送ります。そうなんですね。そうなんですよね。言いますよ。来い。オッケー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 。いいですよ、いいですよ。頑張れ頑張れ頑張れ。オールスターでも投げてたよ。テン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 。よっしゃい。三球目打ちました。うわ。勝てない。3アウトチェンジです。あー、チャンス凡退マイナス5。きついな。やっぱもう少しこうパワーをつけないといけないな。小宮山さん、ピッチャーにとっては5回は一つの区切りになるわけですが、もちろんリリーフも準備を始めてますよね。そうですね、もうそろそろ。すいませんでした、あと3分。まずいな、時間がまずい。となると交代のタイミングはいつになるんでしょうか。ここで変えてくれ。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ここで変えてくれ、頼むぞ。追い込みました。うわ、3球目打ちました。取ってスローチェンジアップ結構打たれるな。どうしよう。まずはワンアウトにしています。そうなんですよね、パワーをもう少しつけないとダメですね。あ、もまずは見送りました。そうなんですよね、もう少し飛びますよね普通ね、あんだけ芯にあったら。ちょ、速球系対応しましょう。これは手が出ないか。ストライクを取ります。で、これで三振です。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。オッケー。三振。あともう一人、多分これ終わったら多分ね、いや、これ変えたら多分ね、これを抑えたら多分
鋭い速球であれかな、多分、投手変えられると思うんで、乱闘用じゃない、いますよ、カットボール対応、OK、これを見送ります。でこれで三振。OK。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。最後はセンター。ああ、そうですね。サンドバッグじゃないですよ。多分これで変えられるでしょう。もう終わりでしょう。変えてくれ。変えてくれ。時間がないんだ。やばい。あと1分半ぐらいしかない。早く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 急ぎましょう。代打、代打出てきた。なぜ当然とか言ってるんだ、まずいぞ。もう次枠できないよ、ちょマジか。マジで先発の21球で1失点では変えないだろう。30分延長しました。ここで代打です。もう私明日も仕事ですよ。なんで延長しないといけないの。前やん、頑張ります。いきます。はい、ということで、あ、監督のありがとうございます。いきましょう。私もう絶対にもう寝たいんで、次この試合終わったら今日枠閉じますよ。センター掴んでツーアウト。はい、ということで監督のありがとうございます。遅くの監督ということでありがとうございます。いきましょう。三振に倒れました。オッケー。思い切って投げてきます。うめえ、ちょろいな。いや、まあ仕方ありません。という間に追い込んでいます。で最後三振取ろう、ここで。うめえ、空振り三振。延長したらね、運営の方喜んでくださるならいいんですけどね。ということで922番さんいらっしゃいませ。あれ私。あ、まだ、あ、しかもノーアウト2塁、ノーアウト2塁、石原、頼むぞ。で、これで、いや、だから1塁3塁、あ、バント、ピッチャーが取る、1塁送球、これ、私のためにバントしてくれたんですか。来ましたよ、来ました、ついに監督にこんな大きなチャンスが来た。行きましょう、打ちましょう、ヒット。しかも負けました。何なんですかこれ。痛い敗戦となってしまいました。こんなね、くそったるな、もう何なんだ。私投げさせておけば、もう一息でしたね。いや、私防御率1点台なのに何なんですかこれ。3球の無限、やっぱり終盤の横浜怖いわ。あ、さっき言ってたソーサだ。ソーサ選手が勝ち星ついてますよ、25セーブで。いやひどいですよね。でも今日はもう眠いんでね、寝ますよ私。ということで3位に転落しました。なお監督選手は6回を被安打に7奪三振四球1失点の内容でした。以上スピスポでした。いやひどいですね。ということで82ポイント獲得しました。いやー今日はちょっといいとこなかったっすね。まあ今までが良すぎたってのもあるんですけどね、多分ねそのせいで難易度が少し上がったんでしょうね。うん。スポーツニュース、スピースポーの時間です。セリーグ7月の月間 MVP が発表されました。投手部門は阪神の榎木田だったっけ。いや全然勝ってませんからね。そしてブランコ選手がそれぞれ受賞しました。榎木田ですよね、合ってますよね。鶴岡が最近大好調で聞いてるということで、ね、もう今日もう私榎木田であったら次また阪神戦ですね。わかりました、一応そこまで行きましょう。あー連敗だ、まずいな。
調子が悪くなってきてる。ちょっと能力上げといた方がいいのかな、これ。ヤクルトの3連戦、シーズン勝ち越し決定もあり得るぞ。スカッと気分よく決めようじゃないか。どうしよう。で、能力だけ一応上げとこう。で、9、スタミナは？スタミナはもう C あるからいいっちゃいいんだよな。で、5、4、20、まだ足りない。これはこれでいくとして、あとね、この火の玉ボールってのを取るためには、ストレートの球威がね、S が必要なんで、もう一個これ、上げないといけないんですけど、700必要なんで、まだ足りないんですよね。で、OK でしょ？で、飛ばす。いや、結構ね、時々上げてるんですけど。そうですね、6敗してますね。野村が勝った、野村が勝った、嬉しいな。そういえば、福井はどこ行ったんですか？福井投げてないな。2軍にいるのかな、今。川端の調子がいい。ああそうなんですね。まあ、やっぱ試合にね、多分ね、出る数がね、こちらのプロ野球スピーツ2013は多いんだと思うんですよね。普通のペースよりは多分多い試合ね、投げることになってるんだと思いますよ。で、広島勝った。これで 2連勝で2位に浮上。いいですね。まあゲームでもね、現実でも悪い選手はいるとは思うんですけど、でもやっぱゲームの方がね、悪くなったりすることは多いと思うんでね。さすがにマー君、このゲームの中でも連勝記録作ったらすごいですよね。ちょっと見てみましょうか。マー君だけちょっとだけ時間まだあるんでね。なんでなんでしょうね。やっぱホームなんですかね。で、公式記録、選手、投手、13勝2敗。え、でもすごいですよ、13勝2敗ですからね。これ連勝。あ、でも西野も13勝2敗だ。ちょっと待てよ。で、13勝、ちょっと待てよ。あとは記録か、投手記録。連勝記録はあれみたいですね、あのスタンリッチが7連敗してます。で、高崎が7連勝セントラグリーン。パシフィックは、あ、すごい、田中11連勝してる、すごい。いや、すごいですよ皆さん。奪三振も田中すごいな。ゲームの中でも連勝記録作れるんですかね。いや、それぐらい強く作られてるんだ。野手はどうなんでしょう。あ、ブランコが三冠王、すごいな。で、連続無安打記録はラミレスが更新中。サヨナラ本塁打、あ、満塁本塁打はソヨギが記録。初回先頭打者本塁打はルイスが結構多いですね。最多安打は、1試合で新井と阿部が5本ずつ。最多本塁打はバレンティンが3本本で阿部が3本。すごいな。あ、それバレンティン今何本打ってんだ本塁打。どうやって見るんだ。これか、バレンティン、こっちだね、これじゃない。あれ？あれ？どこ行った？あ、ブランコか、ブランコか。ブランコ本塁打、本塁打。ヤクルト。え？ブランコ？え、ブランコ本塁打42本打ってるんですけど、今年で。ちょっと待てよ。すごいな。ちょっと待てよ。で、あとは、横、あ、ヤクルト、バレンディア、31本。あー、え、いや、本塁打です。バレンティンが今31本で、ブランコが42本でした。これいけるんじゃないですか、42本って。すごいですね。記録出しそうですけどね。言いましょう。で、
試合ズーム、現実よりもすごい記録が出そうですね、本塁打の方は。あ、今村は勝ってる。あ、これまあそうですよね、わかりました。時間、まあ時間はありますよ、大丈夫ですよ、30分も延長済みですからね。でヤクルトにシーズンで勝ち越しが決定、いい感じですね。まあ実際ね、まあ今の野球っていうか今プロ野球ね、セントラルリーグの方に関してはやっぱ巨人にいかにして勝つかっていうよりは、どちらかというと巨人に負けてもいいんで他のチームからどれだけ勝ちを拾うかっていう感じになってるんで。あ、勝手に逃げ球がついた。そうですね、まあ、9月の最初にね多分アップデートが来たんだと思うんですけど、一応データの方はね、まあそうなんで、で、1回休練習して、いやまだ休養した方がいいかな、1回休養しとこう。で阪神戦だ、よし。でこっからが3連勝 OK で、次の週で OK、 次の週であれですね、試合ですね。でここでセーブして終わろう。あ、マイケンが勝った、調子が悪かったのに。マイケンがね9勝7敗ですからね、ちょっとよろしくないですよね。5-1で勝ちました、4連勝中です。でこれで OK ですよね。でセーブしましょう。いやでもやっぱあれだな、やっぱうちの監督ね、がピッチャーとして頑張ってくれないとなんとなく盛り上がりませんからね。ちょっと次までに頑張っ、次のね、放送の時は頑張ってね、まあ、完全試合とまではいかないにしてもある程度なんかこうね、皆さんがこう納得できるようなピッチングをね見せたいと思います。とりあえずセーブの方は終了しました、よいしょ。さて切り替えていきましょう。こっちに切り替えて、よいしょ。でこれか、よいしょ。さて、ゲーマーズジャングルドキドキワクワクランラン放送局へ、今日もですね、プロ野球スピリッツ2013の方をプレイしてみました。夢の一軍生活、5日目の放送だったんですが、やっぱね投手王国復権というのはね、まあ難しいね夢なのかもしれませんが、頑張っていきたいと思います。一応2位なんでね、現実と同じようにクライマックスシリーズね、出場権の方は今のところまだね、ゲットしておりますんで、このままねこの調子で頑張れば、現実と同じようにクライマックスシリーズね突入ということになるんじゃないでしょうか。一応ゲームの中ではね今8月7日なんで、まあ実際の現実の9月、今ね27日なんで、そちらに追いつくのはね次の放送でもしかしたら、追いつくかもしれませんね。というわけで皆さん今日はね本当にありがとうございました。また次の放送でね、今ね2位ですよ、今2位です。ということでコミュニティ参加ありがとうございます。ではね皆さん、またね次のプロ野球スピリッツ2013の放送で、現実のクライマックスシリーズをね、多分出場することになると思うんで、そちらをね、まあなんていうんですかね、そちらで優勝を目指せるのかっていうのにね注目していきたいと思います。まあこれに関してはね私監督が、たとえ1試合勝ったところでね、優勝できないこともありえますんでね、それがどうなるのか、皆さんでね温かく、見守っていただければいいんじゃないかなと思っております。次のね、阪神戦は、先発の方、予告の方はね私監督とメッセンジャーとの投げ合いということになってますんでね、結構白熱したになるんじゃないかなとそう思っております。では皆さん今日は本当にありがとうございました。私はねもう寝ます。皆さんもね生温かくじゃなくて温かく見守ってください。まあ皆さんね、まあもう寝る方は寝ると思いますんで、そちらの方にはねおやすみなさいと言っておきましょう。でまあね他の放送ね今から見に行く方もいらっしゃると思いますんで、そちらの方はねまあ楽しんでいってください、ニコニコ放送をね。では皆さん、今日は本当にありがとうございました。コミュニティの参加ね最後にありがとうございました。またね、皆さんと会えることを楽しみにしております。では皆さん明日は確かアフリカの放送です。お疲れ様でした、おやすみなさいませ。